始まりました。活弁シネマクラブ。この番組の演習を務めます。映画評論家の森田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。糸道の横浜聡監督です。はい、拍手ください。ようこそおいでいただきました。初めましてというか。初めましてというか。初めまして。結構ね、あの横浜さん知り合って長いですよね。はい。だいぶ長いですよね。一番最初のジャーマンプラザ目の時から見て。多分そうですよね。あの最初の時からもう大不安になったんで。一緒にあの札幌に行ったりもしました。そうです。一緒の。あれは何の企画だったの？あれシアター機能の。シアター機能で。あの井上月監督と一緒に。井上さんと。あと中島さん。さんと、うん。社会学者の中島さん。あ、中島さん。そうそうそう。不思議な、不思議な。すごい、すごい、すごい、すごい。はい。あの、当番組は、あの、初登場ということで、メンバー一度お待ちしておりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。そして今日はですね、もう一人、うちの MC チームから、月永理恵さんに加わってくれます。いただきます。はい、よろしくお願いします。私は、横浜監督をちょっとお会いするのは、初めまして。そう、これがね、めちゃくちゃ意外で面識なかったんですよ、お二人。そうなんですよ、ね、ある気がしてたっていう分かってるんですけど、なんかお名前はよく見てて、あれも多分今まであったような気が勝手にしてたんですけど、うん、お互いみたいな、違いました、うん、なんか僕もかなり近しいんじゃないかなと思ったらでもあの僕月永さんと糸道の内覧の行く途中でちょっとばったりお会いしたんですよ ね、 そうですね。あれはやっぱり内容とあとはやっぱ監督さんというところに惹かれて早めに見ようという感じだったんですか。やっぱり最初にちょっと配給の方から、うん、あの今度は横浜監督のなんですよって聞いた時に、うん、まず舞台が青森の伊手柳町っていうところなんですって、うん、でちょっとびっくりしてしまって、はい、というのも実は私は青森市出身なんですけど、あの私の父が伊手柳町出身で、うん、そんな伊手柳町で撮った映画があるんですかみたいになって、これはぜひ見たいですっていうことでちょっと内覧の時に早々と見せていただいたっていう感じなんですけど、でも配給側の方はまさかね、月永さんが伊手柳に ゆかりがあるとはびっくりしてました、ね、ですよね。これすごいですよね。そう、月永さん、まあ、この番組では何度も言及しておられますが、青森の出身、青森市ですよね。そうなんです、うん、で横浜さんも同じく青森市で、でね、しかもその後お二人横浜に行かれるじゃないですか。そう、横浜さんがあの 横市ですね、横浜市立大で、はい、あの月永さんが横浜国立大に行かれるの で世代もまあ 4年違いか、78年と82年なんで、まあその高校とかではね、あの4歳違いってことは先輩後輩みたいなあの年齢差ではないんですが、でもまあ世代自体は近いわけだし、で今ここにいるじゃないですかすごい近いと思ってたんですよ。ちなみにあれですかね、青森市で高校とかってあれでしょ、あの一緒でした、やっぱりそうだよな、さっき知ったんですよ、やっぱりそうでしょ。これね、あの名門青森高校なんですけども、僕ね、その月永さんとちょっと糸道の話してた時に、あれ 青森高校じゃないのか、なんて言ったのか、太宰と寺山修司って同じ高校じゃなかったでしたっけって僕うろ覚えで言ったら、なんかすごいマニアックな回答が出てきたんですよ。マニアックな、なんでですか言われませんか、なんか青森高校っていうのも結構太宰治と寺山修司母校って言われるんですけど、うん、でも太宰治はとか正確に弘前の青森中学校、そうです、中学校だった時に在校してた、うん、そうですよね。ああ、そう、名前としてはだから弘前高校卒業とかになってるんですけど、それがややこしくて、実際は青森高校出身なんだっていう、うん、そんなちょっとうまく説明できないんですけど、まあでも時代的にそう、そうっていうところもあるっていうような話をされて、あのことやるみたいな。で、これはでもね、青森市で、こうね、学業優秀なお二人だと同じ高校っていうのはこれ考えられるなと思って。やっぱりそうか、すごいですよね。はい、先輩後輩ですよ ね。もうまさに。すれ違っちゃいましたけど、ね、4つ違いなんで、ですよね。同じ時間は過ごしてないんですけど。
いやでもなんか似た風景をやっぱり見てきてるっていうのはすごい大きい。で、言ったらそんな局地的って言うたら失礼ですよ。まあこっちも和歌山だからね。局地的なところからお二人も こんなところにいらっしゃるっていうのはやっぱりなんかすごいなと思って、ちょっとそこを絡めながら今日はいろいろお話を伺っていけたらと思っております。というわけで、まあ、傑作糸道なんですけども、まあ、2月に大阪アジアン映画祭でグランプリと観客賞ダブル受賞ということで、まずおめでとうございます。ありがとうございます。ね、素晴らしい。で、今回いよいよ6月、ここには25日ロードショーと書いてますが、これは全国公開で、18日から先行で青森で上映があるんですよね。はい、いよいよ。はい。というわけで、まずは月永さんの糸道のざっくりした感想からお伺いしてほしいです。突然。でも、私本当に正直言うと、見てる間中、すごいこう、ドキドキしてしまったというか、もう本当に、まあ、痛いなぎも正直祖母がちょっともう亡くなってから10年以上行ってないんですけど、でもすごくやっぱり見慣れた風景 でしかも青森市も出てくるじゃないですか。見慣れた風景で、そして何よりこんなに津軽弁がリアルというか生々しくドラマになっているのをちょっと見たことがなかったので、なんかこうワクワクすると同時に、こんないいんだろうかみたいな、ちょっと冷静に見れないくらいちょっと興奮してしまったので、森さんにむしろ映画として冷静に、何をおっしゃいますか。すごい大すごい降ってきたのに。でもこんなにそれこそご当地映画とかもいろいろあると思いますし、横浜監督もそういう意味で今までももちろん青森で作品撮ってこられたと思うんですけれども、何でしょうね、今まで以上にこうエンタメなんだけど、本当に青森の風景がこう物語としっかり組み合わさっていて、ちょっとこれは出身者としてこんなに素直に楽しめたのはちょっと初めてかなと思います。なんかどうしても青森が舞台だったりするとちょっとこう、まあ、こういう風に誇張されちゃうよねって思うことあったりとかあるんですけど、今回は、まあ、ある意味ねドラマなのでこう、はい、誇張されてる部分もあるとは思うんですけど、なんかすごくバランスがいいというか全部しっくりきた映画でした。でも確かにその風景ということに関して今回すごく重要なポイントだと思う。で、まあ、横浜さんは最初のね、ちえみちゃんのコッコンパッチョという、もうそれとジャーマンの前の、はい、自主学生の時に撮られた、はい、あれ美学校でした、はい、映画美学校の制作でした、ね、制作で撮られた、あれが2006年、でもちろんのウルトラミラクルラブストーリーでも撮られて、あとリンゴ農家の少女という工藤由紀さんと永瀬正敏さんミステリートレインコンビが出られた中編の、2013年かな、あれがあれ ね、もうそうですよね、はい、で今回4回目ということになると思うんですけども、結構その風景の結びつきっていう意味では今回一番深いかもしれないと思いました。しかもその月永さんおっしゃられたように、何かその偶話的な抽象性を加えるというよりは、もうそこにある風景をこうフラットにとって、それがドラマとこう有機的に結びついて展開していくっていう意味では青森映画っていう今日実はすごくしますね。でその辺ってなんか前と変わったところと同じところみたいなのがあるんですけど、どうですかご本人の意識としては。あんまり風景ってそんなにあんまり興味がないというか、そもそもね、そもそも映画で撮るのが、はい、そうですよね。実験を撮影中に、まあ、撮影部が実験撮りに行こうぜってなって、まあ実験撮るんですけど、いろんなシナリオにないような、撮ってくれた実験ほとんど今までも使ったことない。いやでも、使ってない。そう、はい。だって今まで見てるとそう思いますもんね。そんななんか横浜さんのでそういういわゆる風景ガーンっていうのはあんまりイメージがない。そうですよ。あったとしてもそれはある種のその抽象化の回路を通した風景ショットっていう気がずっとしてたんですよね。なんか意外でした、ね、今回そこは違う。
そうだから今までの横浜さんの映画って本当風景入りづらいよねって言われることが結構多かった多くて、うん、あそうだよなって思っていたんですけど、本当に、ね、撮影部が美しいショットを撮ってくれてもどうしてもなんかあの入れられないなという時も多々あったりしたんですけど、今回は岩木さんっていうのは一番大きいポイントであったので、まあ、それは原作の越谷治さんが書かれた小説家の糸道でもやっぱり山っていうのがすごいあの、まあ、物語の中で大きい存在だったから、これはちょっと岩木さんは何としてでも撮りたいというか入れたいなとは思ってましたし、あとは電車っていうのがあの物語の中でもすごく小説の糸道でも有機的な存在として、うん、あったの で電車が走ってる風景っていうのは何だろう、まあ、電車の運動というか、まあ、景色というよりも面白いじゃないですか、電車走ってるの見るって人って、それは撮りたいなっていう まあ、そのぐらいの気持ちで見ましたけども、はい、でもあの五能線ってやつ、はい、五能線、ね、五能線ってやつ月永さんは馴染みある、うん、あのまあ、そこまでではないですけど、うん、やっぱりあの伊丹ねぎから弘前に行く時とか、うんうん、ちょっと移動の時、ほぼ向こうって車ではあるんですけど、うん、電車っていうと、まあ、この線のものねっていう感じはありましたね、うん、一方あれでしょう、横浜監督は五能線は知らなかった、はい、五能線知ってますよ知ってるの、知って、あ、板柳には行ったことなかった、ね、板柳には行ったことはなかったですね、うん、この映画撮るまで、うん、で五能線は乗ってた、はい、弘前に行く時とか、うん、なんだろう、五能線なんかの休暇の時に乗った記憶もあるんですけどあ、別に馴染みがあるってことではないけども、馴染み、あ、生活の一部として使ってたわけじゃないけど乗ったことあるし、うん、でもローカル性の面白いですよね、うん、なんかあのリンゴの木の下からこう、ね、電車を走るショットが、これはかなり狙っていったなという美しいショットがあって、はい、うん、あのリンゴの木がまだ熟してない時で、そうですね、ちょうど熟してない、そうそう、あれはでもやっぱりその電車っていうものを撮りたいっていうところがまず先走っていったみたいな、五能線よく撮れるポイントって結構限られてるんですよ、うん、地図 見て制作部がいっぱい探すんですけど、うん、あとリンゴ園のとリンゴ園のすぐそばを走る、五能線が撮れる場所と、まあ、そこにカメラを置けるかどうかっていうことだけでもだいぶ絞られてきちゃうので、うん、映画の中のそのリンゴ畑と五能線の電車のあそこは本当に ここしかないだろうぐらいの限られたところ、人のリンゴ園にお邪魔して、あ、渾身のショットですよ、お邪魔して撮らせてくださいって、でもあのショットすごい印象に残りますよね、そうですね、うん、なんか風景っていうのが それこそ岩木さんとかこう、うん、電車もそうなんですけど、私はむしろ本当にちょっとした、はい、この青森市 の、はい、その新町の森、うん、町の中がこうちらっと映る様子とか、うん、あのまあ、そこもだからやっぱりそこで登場人物が何をしてるかっていうことできちんと結びついた場面ですけど、だからいかにもな、それこそ伊丹柳って本当にほぼ多分リンゴしか足かって言ったらいいんだけど、なんかリンゴみたいなこう、うん、あるんですけど、でもそこでこういかにもな風景っていうのとはまた違う、うん、あのものを撮ってらっしゃるなっていうのが逆にすごく新鮮だったし、うん、懐かしい気持ちになりました、うん、あくまでやっぱりそのヒロインの内的なものとその風景というのが結びついた形で、だからその岩木さんが映ってあの川があって、うん、でまああそこで鬱屈しているあの16歳の子がいて、でもその、まあメイド喫茶と呼ばれるところにこう青森市に、まあ、ちょっと状況感がある青森県内なんだけどもあのリトル東京に行くぐらいの状況感ありますもんね、あの電車に乗るっていう感じが、はるばる来たっていう、うん、でも県外の人が それ見たら、うん、これ青森から青森に移動してるだけなのになんでそんなにあのドラマティックに描いてるのか思うんだろうなって思いながら見ていて分かりました。伊丹柳から青森市にバイトに行くって、はいはい、結構多分稀な
まあ、それですよね、実際も遠いし、そうなんです。だから映画の中でも言われてて思わず笑っちゃったのが、なんで弘前じゃないのって。弘前はやっぱ近いんで、そうかそうか、行きやすいんですよ。うん、だからみんな弘前にバイトに行くのに、この人青森市行ってるよ。あの電車賃時給超えないか、ちゃんと出るのか交通費かみたいな。あれですよ、なんかすごい、あ、ちゃんとそこも拾ってくれて。それも原作にしっかり書かれておりました。そう、意外にだからその星ヶ谷さんは全然青森ね、あの東京の生まれなのにその辺しっかり書かれてましたよね。距離感、うん、そうね、町の距離と町の距離感とかをだいぶ、うん、もう地元の人のように、うん、内側から見て捉えてます、ね、それちょっと驚きますよね。なんか僕もその映画見てから読んだっていう順番だったんですけども、ね、あれ意外に書いてることをちゃんとやってる。森さん最初からおっしゃってましたね。そうなんですよ、意外に原作通り撮られたんですね。あのだから多分あのこちらを読んでから映画見るとあのその変えたねって言われる意見が当然出るんでしょうけども、はい、僕そもそも横浜さん言うこと聞かない人だと思ってたんで、おこの循環から見るとあれちゃんと仕事やってるなみたいな。なるほど、先にねそういう、そうなんですよ、ふうに思われてたら、うん、意外に意外通りやってるなと。でもあの月永さんおっしゃったようにバランスがその意味ではもうめちゃくちゃいいと思う。うん、あのなんか両方殺してないっていうか、あの、はい、なんかそういう変な抑圧が感じられない一本になってたんですよね。その、横浜さんの映画でウェルメイドっていうのは意外ではあるんですけども、それがなんかこんないい形であの成立するのかっていうのはちょっと驚きでしたけどね。あとやっぱりでもその、そのワンね、線路で列車のワンショットにそれだけこう注力するってことも含めて、まあ列車っていうのはね、そもそも、まあこの界隈ではよく言われることだと思うんですけども、映画的モチーフのすごくまあ巨大な列車の到着から始まりみたいなところがあって、その意味ではなんかあのミステリートレインもそうですよね。あ、そうですね。うん。はい、つなげていただいてありがとうございます。いやいや、だから意外になかったのが不思議なぐらいでしたけどね、ここに来てそういうのがちらっと見えたのは、あって思った。電車ね、うん、電車でもほら撮りづらいっていうか難しいらしいですね。難しいですよ、あの許可も難しいし具体的にね。そうなんかね、そう乗り物はそれこそね、蓮見茂子先生とか、はい、列車の撮り方でもそのなの選別されるみたいなところもあるじゃないですか。いい感覚が、そう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 、列車のショットを見ればわかるみたいな。それを怖いですね。怖い。でも列車やっぱり撮るときに、結局車両借りられなかったので、うん、あの実際の通常運行してる電車にスタッフとキャストで乗り込んで、お邪魔しますって撮ったから、もうカット割り通り本当撮って、もうカメラポジションもだから潤沢に選べるわけじゃなくて、もちろん、うん、そんな感じでバタバタとやりましたね。てっきりなんか貸し切りで撮られたのかなと思いました。そう思ってもらえたらよかったですね。結構ね、コミュニケーションの場としても出会いというか、まあこうね、アイコンタクトがあったりとかっていう場所としても結構重要になってますよね、電車。そうですね、最初、うん、それ原作読んだ時からでも、主人公の糸と友達になりそうなサナエが電車の中でヘバネっていう口パクで言うみたいなのはすごく映画的だなと思って、うん、そこや、あ、これ絶対やりたいなとはずっと思ってましたね。そう、ヘバネって言ってヘバネ、ちょっと分かんないですよ。分かんない。ヘバネって何でしたっけ。バイバイ、さよなら、じゃあ。そうか。その青森弁ってことで言うと、まあ、今回その内覧者の時も、はい、津軽弁をこびずにやりましたっていうふうにご挨拶されてて、あ、はい、あ、津軽弁を分からない人にこび、ね、一切こび売らないぞっていう意味です。同じでしたね。ウルトラミラクルラブストーリーの時はあれはでももうちょっと複雑な感じでしたよね。松山ケンイチさんが確か、はい、津軽弁ではないんでしたっけ。津軽弁ではない、下北の上のご出身の方なので、うんうん、私からすると下北弁なまりだなっていう感じでしたけども、うん、それを津軽弁的に的にっていう的にですね、うん、シナリオは津軽弁で書かれて
から。なるほどなるほど。それは松山さんがミックスして何弁かわかんないけど。ちなみにその津軽弁とあと南部弁でしたっけ、はい、この2つがその青森の方言としてはメジャーで、下北弁っていうのはさらにハードコアなところになるってことですか。ちょっと下北弁の正体は私あんまりわからないっていうか、どうなんでしょうね、南部弁に近いあんまり、私も津軽弁しかよくわからないっていうか、なんとなくでもその津軽と南部はこう違うんだっていうのを言い聞かされてそうなんだ。だヨーロッパなんそれ日本の話だの中では津軽と南部は仲が悪いっていう定説があって、だからなんとなく、まあ、あれは南部だからとか言われると、うん、あそうなんだみたいに思っていたけど、実際のところそんなに何がどう違うのかって私たちも分からないですよ。でも父親は私南部なんで出身が、家では標準語っていうか津軽弁じゃないっていうか、あのほぼ標準語に近い青森弁みたいな感じで喋ってましたけど、私もすごく実を言うと、だからちょっと映画の話全然してください、面白いから今回すごく面白かったのが、その豊川悦司さんとかやっぱりその、はい、東京から来て津軽弁を話さない、いわゆる標準語を話す役だったじゃないですか。そこが逆に私はすごく嬉しかったというか、うん、っていうの、私の親も父親は一体何出身で、ボテボテの津軽人なんですけど、母親も弘前で育ったんですけど、もともと祖父母は外から来た人で、まあ、祖父母の家に行くと津軽弁をみんな喋れないんですよね、で母親もだから津軽弁がちょっと下手くそというか喋れないで、そんな違うもんなんですか。やっぱりこう特に私たちの世代はだいぶ慣れてきましたけど、うん、昔の人なんか、本当に津軽弁ってコテコテじゃないですか。コテコテです。だから入れないと全然、やっぱりでも会話が全然成り立つんですよ、からなんかこの家の糸の家のお父さんは普通に標準語喋ってるけど、全然そこ でおばあちゃんと糸は津軽弁を喋って、で全然普通に通じ合うっていうのが、そうそうこういう感じあるよねっていうのが、ちょっとこういう細かいところもすごく嬉しかったです、なるほど。そうそう、横浜さんのお家は、はい、じゃあその南部弁、津軽弁、でそうなると結局その、いわゆる日本標準語っていうところに寄せて語るっていうか感じなんですか、コミュニケーションとして。基本はみんなこう津軽弁です、母親が、津軽弁で、父親は南部弁混じってる津軽弁っていうか、すっごい、なんか複雑な言葉なんですけど、でも住んでる地域は津軽だから、そこに合わせて私とか、兄弟はみんな津軽弁です、今回でもその豊川さん演じるお父さんが東京っていうのはこれオリジナルですよね。オリジナルで作らせてもらいました、設定は。ちょっとその心もお伺いしたんですが、それはでもあれなんですよ、最初は原作通り、青森生まれの津軽、育ちずっと津軽に根付いてるお父親っていうことを引き継いで、その設定を引き継いでシナリオをずっと書いていたんですけど、だから糸の家族は全員津軽弁わーわー喋ってる、みんなっていうことだったんですけど、豊川さんに演じていただけることが決まってから、ちょっと もう一度高一っていうそのお父さん役について考え直そうと思った時に、やっぱり豊川さん の, 存在の異質さっていうか、そもそもご本人が生まれながらにして持っているものなんですけど、あそこから始めたいなというか、その津軽の男にするのではなくて、豊川悦司さんを、豊川悦司さんから始まる何か高一という方にちょっと矢印変えたいなと思った時に、そういえば「ウルトラミラクルラブストーリー」っていう映画でも、その、麻生久美子さん演じる女性が東京から来た、津軽にやってきた人であるっていうこと、そういえば私も前も同じこと、こういうことやってたなっていうのを思い出して、外部のものが青森の地に根付こうとするっていう、そっちの方がちょっと豊川さんだったらなおさら面白いかもというのを思いついて、
全体的に構成というか設定を変えてみたら、見て新しくちょっと物語を作り直してみたんですけど、あれってでも大きなレイヤーが一つ導入されたぐらいでかいですよね。でかいですね。めちゃめちゃ大きいと思う。まあ、確かに本当ウルトラミラクルの麻生さんとも僕、まあ、パッとやっぱり思い出すわけですけども、またなんだろうな、ちょっと補助線の引き方も今回独特な感じがあってすごい面白かったんですが、でも一つちょっと単純に思うのは、駒井蓮さんは、はい、青森のご出身、平川ご出身で津軽弁ができるんですよね。そうなると、豊川さん関西ですもんね。はい、うん、大阪です。そう、大阪ですもんね。となると、まあ別に関西弁でもあれなんですけど、ネイティブにパターンで誰なんだけど、確かに関西人でもよかった。でもそしたらもうわけわかんなくなる。津軽弁に関西弁も、まあ僕ですけど、いわばわざわざ誰も喋れないですその映画では。なんじゃこりゃみたいになるけど、それも面白いと思うんですけど、それちょっと今気づかなかったです。うん、そうそう、まあそれはともかく、はい、でもなんかその、まあ、一つのなんかこう外部からの基準点みたいな方がこうぐっとあることで、なんかちょっと広がりますよね。あと、そうですね、うん、あとやっぱりでもそのなんだろう、家族の物語みたいなところもあるので、あの彼の立ち位置、うん、まああんま家にいないんだろうなとか。そう、この娘とお父さんが違う言語に近いものを喋ってるって状況、意外にこれ日本でこういう話見たことないんで、それこそなんだろう、うん、まあ本当東ヨーロッパの映画みたいな感じだなって思って見てましたよ。面白いなって思ってこれ、うん、そうなんですよ。同じ家に住んでながらもいろんな言語が飛び交うっていうか、うん、家族なのに一番近しい人なのに喋ってる言語違うって、実際にはそんなに多くないかもしれないですけど、うんうん、非常にチャレンジングなそうですよね、うん、ことだなと思ってやってみたんですけど、でもやっぱりその言語へのこだわりってことを、はい、この日本映画で追求というかこうボンと置かれてる監督さん自体がすごく珍しいと思っていて、それはな、横浜さんずっとやられてるじゃないですか、その意味で言うと。でもこだわりというほどでもないですけど、本当に自分が津軽弁知ってるから津軽弁の映画作ってるっていうだけっちゃだけで、いわゆるその大阪で言うと関西弁をちゃんとやりたいっていうのに近い。そうです、そうです、うん、それだけっちゃそれだけなんで、やっぱりほら津軽弁わからないって、まあ、今回の映画もなんですけど、うん、見た人から言われるんですけど、うん、私は津軽弁知ってるから、みんなが何を分かんないんだか分かんないんですよ、ずっと。今もそうなんですけど。あ、そうだ、そう、うん、でこの前浜村淳さん のラジオで、浜村淳さん、糸道のこと喋ってくださってて、ま、津軽弁が自分の中でどのように受け取られてどのように理解できないかっていうことをちゃんと言語化して喋ってたんですよ、その浜村さんから。すごいですね、うん、それで初めて、あ、そっかそっか、こういう風に分かんないんだ何はっていうのを初めて、なんていうの、自分の中でなんとなく腑に落ちたんですけど、それ聞いてみたいな、すごいな。あれ、月永さん、でもこのね、この言語っていうことでいうと、横浜さんの、まあ、糸道、まあ、過去の作品でもいいんですけども、どうご覧になってます、うん、これやっぱりウルトラミラクルラブストーリーを特にこう松山ケンイチさんがちょっと不思議な、やっぱりすがる弁というか、うん、どっか架空の言葉にもちょっと聞こえるなっていうのは、うん、それがファンタジーというかこうな感じがしてすごく面白かったんですけど、今回の本当に糸道は、あ、でもその前の、リンゴ農家の少女も、はい、多分皆さんほぼ津軽弁でしたよ ね、若い子がメインだった、そう、ね、みんな地元の子だったので、あれもすごくリアルではあったんですけど、これはやっぱりそれとちょっと世代の違いみたいなのも少し出てるなと思って、で、まあ、意図はそういう意味でちょっとお聞きしたかったんですけど、結構この年代にしてはかなり濃い津軽弁を喋る子だなと思うんですよね。で、おばあさんの世代っていうのは、うん、まんま多分いただきなく言うとあんな感じなんじゃないかなと思うんですけど、それに対
対してなんかやっぱり若い子は少し標準語っぽくなっているっていう実感があったんですけど、この前まではその意図は何でしょう、あえてコテコテにしたっていう感じなんですか。それも原作にの設定を受け継いでて、意図は16歳なんだけど、16歳って言ったらもうね、本当に綺麗なイントネーションだけなまってて、喋、る言葉もほぼ標準語に近いっていうか、それぐらいの、津軽弁の軽さなんですけど、意図だけはやっぱりおばあちゃん譲りで、おばあちゃんがおばあちゃんから育てられたという、あの訛り、年配の方が喋る訛りを、本人が無自覚的に引き継いじゃ受け継いじゃってるっていう、その設定もそれが彼女がミスコミュニケーション性っていうか、その激しい訛りが彼女の性格とリンクしてくるんですけど、それもやっぱり面白いなと思って引き継ごうというふうに思ったんですけど、実際駒井さんにその深い津軽弁を喋ってもらうっていうのが難しくて、深い津軽弁どうやって喋るのよっていう話なんですけど、ばあちゃんみたいな名前って喋れないじゃないですか、我々地元の人だって、私たちも聞いてて分かるんですけど、喋れって言われると難しいですよね。喋れない、そう、だからそれも駒井さんにちょっと練習してもらって深めの訛りをするにはどのように口を動かせばいいのかというか、ちょっとやっても、あえて、そうですよね、なんか家の中でもそうなんですけど、それこそ学校だったりバイト先でもみんなちょっとずつそのレベルが違うというか、東京から、ね、戻ってきた店長はやっぱりほぼ標準語だしっていう、なんかああいうちょっとした違いが、私はそのグラデーションがすごく聞いてて楽しかったんですけど、あれはもう森さんが聞いててその辺の違いっていうのか、でも本当おっしゃる通りで、意味は分からないんですけども、その言葉のグラデーションの違いっていうのは結構その登場人物の、立ち位置だったりアイデンティティとすごく結びついてるじゃないですか。それすんごい良かった、それは、言ったらその意図っていうのは、横浜さんおっしゃったようにおばあちゃんの影響下に濃くある、だからおばあちゃんの世代のような津軽弁を喋るコテコテの、ところが学校に行くとそれ自体が異端のものとしてなってしまう、つまり同世代とのコミュニケーションがそこでちょっと難しくなるっていうのもめちゃめちゃ出てったし、でお父さんが東京から来たで、このアンバランスさですよね。で確かにその青森市行くとさらにこの多民族国家になるというかで、それその言語のイントネーションとかニュアンスで、ある種のその移民状態っていうのを青森の中に、映画の中のフレームの中に作ってるっていうのは、僕日本映画でここまでのって見たことないかなと思ったんですね。そう、例えばその山本雅史監督の映画とかはもっとその、アジアっていうものをその映画の中に現出させるっていうコンセプトがあるように思うんですけども、なんかもっとそのなんだろう、微妙な差異で成り立ってるじゃないですか、その糸道って。これすごいなと思いながら見てましたよ。それって意識どのレベルでされてるでも本当に実際青森っていろんな言語が飛び交っているというか、鉛の今月永さんおっしゃった鉛のグラデーションもそうなんですけど、標準語喋る人もいるし、奥、自分は津軽出身なんだけど一緒に住んでる奥さんは東京生まれだから、家ではずっと僕標準語喋ってるんですっていう方もいらっしゃいますし、本当なんだろう、ミックス状態っていうか、昔ながらの津軽弁は確かにもう消えつつあるんですけど、その過程っていうか今ごってをミックスされてる状態、なくなっちゃう言語かもしれないっていう、引き継げる人はいないだろうなって。ああ、そう、このままだと何言ってんだか分かんないぐらいの深い訛り、引き継げる人はもう両手で数えられるぐらいになっちゃうんだろうなっていうのはなんとなく感覚的に分かるんですけど、その方たちがいなくなっちゃうかもしれない今過渡期であるっていう、そのなんか状態を描けたらいいなぐらいは思ってたかもしれないですけど、でもすごいありていな言葉で言っちゃいますけども、まさにあれですよ、グローバリズムとローカリズムの問題っていう気が
でもやっぱりするんですよね。ローカルのものがどんどん失われていって、でそのまあ標準語に近づいていってるっていうのはまあメディアの影響じゃないですか、大きく言うと。それはまあグローバリズムっていうところにつながってて、その若い世代が下がっていけば世界的な標準化っていうのが起こってくるんだけども、その分そのディープなローカリズムっていうのはこう失われていく運命にある。で意図っていうのはその意味で三味津軽三味線をやってるっていうのがもうかなり象徴的なんですけども、いわばその伝統主義的なものをこう後世にこう、引き継いでいく、実はすごい使命を持ってるあのヒロインであるっていう言い方ができるんだけども、そのなんだろう、重い使命にある種こうまだ自我が追いついてなくて、なんだろう、ヒーロー誕生前みたいなそう、大いなるギフトが与えられてるヒーローなんだけども、その重みにこう本人が葛藤してる時の物語みたいなとこまで思っちゃいました。津軽弁と三味線とだいぶ重いもの、重いでしょ、こっちも重いですねそう全部重いじゃん、うん、だから逃げたくなるのも分かるんですけども、で同世代とも話し合わないし、話し合わないでしょうねでもなんかある使命に目覚めていく過程っていうのがすごく鮮やかに描かれてるなって思いましたけどね、うん、使命っていうものを背負った少女ということを初めて知りました、うん、あ今森さんに言われて、あ、そう、そうだったのか、全然違うのかな、青森背負ってます彼女は、実はそうかもしれないですね、そうですね、思いが託されて。ちなみに熊井玲さんに演じるにあたって見てもらったのがなぜかブレッソンの少女ミシェットだった。だいぶ違う。それもたまたまその時思いついた少女が主演の映画って何だっけ、なんだっけって思った時にたまたま思いついたやつを思わず渡しちゃったっていうだけで、だいぶハードル高いじゃないですか。そうですよね。ブレッソンの少女ミシェットやれ。うん、でもそれを受け取ってこう小前さんが吸収したっていう事実はすごい面白い、うん、でも感想はちゃんと聞いてないんですよ。あ、そうなん、見たか見ないかって聞くの結構勇気いるじゃないですか、うん、自分が渡したプレゼントした DVD を、うん、そうですね、あ、見てくれたみたいなの言うのってなんか嫌じゃないですか。僕も無理です渡せない、あ、渡せないです、はい、そうそう、それでこの中が終わってしまうかもしれない見てないっすって言われたらどうしようっていうでも見ましたかって聞いたら、見ましたって言ってて、うん、それだけで会話終わりました、ね、その先その先は結構勇気がなかったあれどう思ったのかなみたいな。うん、月永さん、小林蓮さん の, その主人公で言いますか、演技者としてはどうご覧になられました。まずやっぱりその一番はこの津軽弁って彼女どうやって覚えたというか、もともとこれくらい喋れる人だったのかなっていうのがまず1個ありましたけど、でもそれは本当に練習をされてっていうことですよね。してました、してました、してました。津軽弁喋れるのに津軽弁の練習をする、まずはやっぱりその言葉の部分で、うん、いや本当にちょっと自然に聞こえたので、うん、どこまで演技というか練習のあれだったのかなっていうのがいいこと、うん、でもなんかこの彼女の少女ムシェットっていうのはすごい今驚きだったんですけどでもこういうそれこそ今森さんが言ったような重い何か使命を背負った少女って言った時に、大抵のこうでも映画って何て言うんでしょう、彼女がじゃあそれをいつなんか爆発するのかみたいな、こう背負ってられないっていう方向になるのか、私が背負うってなるのか、でもこの映画ってそれは前さんの演技がそうだったからかもしれないんですけど、最後までこうどっちかはよくわからないというか、あ、まさに、うん、その曖昧さっていうのがなんかこの彼女のちょっとどっか暗いようでいて、でも決してなんか必ずしも閉じた感じではないっていう、うん、独特の雰囲気ゆえの感想なのかなとちょっと思いましたね、うん、なんか最後までじゃあ彼女は、ね、地元でも背負って生きていくのか、それとももしかしたら外に行ってしまうのかなって思って、うん、どっちでもありえるのかなっていうちょっと終わり方に感じたんですけど、うん、その辺の感動は、うん、いやすごい僕も共感します今のご意見、うん、どうですか、リトが
あの後どうなっていくのかっていう、分かんないですよね、別にね、分かんないですね、私はもうおさらばするんだろうなって なんとなくこの町にいずれ彼女は、というのは別に 何の根拠もないんですけど、そうに違いないって、まあ、自分が故郷から離れたってからかもしれないけど、そんなふうに思ってたけど、そっか、確かに地元に残るかもしれないし、なんて言うんだろう、だからそういう意味でちょっとそう、この映画じゃないの、このプレスの森さんのインタビューの中でも、横浜監督もおっしゃってましたけど、ローラガールズダイアリーをやっぱり私も思い出して、あの映画も主人公がやっぱりこう街に、まあ、ずっとではないかもしれないけど、とりあえず残るっていう選択をするじゃないですか。でもそのことを決して否定的に描かないっていうのが、すごく新しいなと思っていたんですけど、なんかそのこととこの糸道の彼女の在り方っていうのがちょっと重なって見えたんですけど、自分のその高校の時はもう東京に、人は東京に行くものだって勝手に思い込んでたんですけど、根拠それもないんですよ。地元に残るっていう選択はゼロっていうか、それが なぜかって言われると分かんないんですよ。それだけ東京がやっぱ魅力的に思えた、いたんだと思うんですけど、もはやもう そうじゃやっぱり、もう20、それ30年ぐらい前、20年以上前の話なんですけど、私が東京に出たのは。もうこの20年間でだいぶ様変わりしていて、なんだろうな、東京の魅力自体がそもそも何だったのかっていうことをもう一回問わざるを得ない状況、今まさにそうだと思うんですけど、ですし、まあ、地方にいても活動できるいろんなことが、インターネットだいぶ発達したからっていうのも大きいですけど、SNS も。そういうの、社会がどんどん変わっていってる中で、もう東京を夢見るっていうことすら、なんだろうな、それすらなんかもうファンタジーにもうすぐなっちゃうのかなというのは確かに、なんとなく思っていて、だから今の若い子にとってその東京の魅力、東京が果たして魅力的に 見えているのかどうかっていう、地方に住んでる意図みたいな、その辺の感覚ちょっと全然私も分からない、彼女たちがどう捉えてるのかっていう、地方、地元ということと都会っていうことの捉え方と、自分とのその場所の距離感っていうのは全然自分の時代と全く違うんだろうなっていうのはなんとなくは想像できるんですけど、実際若い人、地方にいる若い人たちのその辺の感覚ってどうなんですかね。いや、これめちゃくちゃ面白いラインだと思う。月永さんはどう、地元からもう16歳の時でも出るぞと思ってました。でも多分今横浜監督が言ったこと多分本当に同じで、なんとなくもう出るもんだと思ってた。やっぱそうか、それこそこう、もう東京に何でしょう、夢を追ってとかそこまでの感じでもなく、自然と青森にずっといるっていうのはないなっていう、そう、あったし、多分、でも周りもそこではっきり分かれてる感じもありましたね、はい、残る組と出ていく組と、でも多分確かに聞いていると、そのことと、だからこの糸の世代っていうのはやっぱり何か大きく違うんだろうなっていうのは、それが何なのかちょっと私も分からないですけど、でもこれね、本当僕も和歌山で16の時は早く出たいと、出ることしか考えてなかったんですよね。僕は お二人よりもさらに上なので、結構その、まあなぜか最初大阪、埼玉、東京で何回もクッションを得て、まあお二人も横浜というクッションを得てたりはするわけなんですが、とりあえず脱出願望みたいなものっていうのは、もうめちゃくちゃ大きかったんですよね。それ地元は、嫌だっていうことなんですか、それとも東京に憧れてる、それがね、だからね、言語化しにくいんですよね。お二人も多分でもどっかそうでしょ、すごく地元がヘイトなわけではないんですよ、居心地の良さっていうのもどっかに半分あるんでしょうが、多分でもまあなんかタイプで言うとこういう世界に来てる人たちは割とそういうのが多いと思う。
つまりあのこの勝部シネマクラブの MCH もみんな地方出身になっちゃうんですあの翔さんが福井で堀田さんがねあの鹿児島っていうみんなあのいろんなとこからあの日本国内移民としてやってきてる人たちで、それやっぱりなんかまだ東京中心主義っていうあの発信の仕方の文化的な流れっていうものの影響力が強かったんだと思うんですよね。それはそのメディアのあり方ということとすごく重なってくると思うんですが、まあそれも含めてあのじゃあここではない何かとなった時にイメージとしてのまあ東京であるいはその近郊だったり、まあ大阪その準ずる大阪だったりと思い浮かぶっていうのがあるんですが、まあ崩れてきてるでしょう。おそらくそれはあの端的に言うとインターネット以降っていうところもあって。で分からないんだけども、ただまあ以前あのそのコロナ禍以前コロナでまたちょっと変わってきてますが、やっぱりその東京中心主義やっぱここに集まっちゃうっていう問題もあったり、結構複雑ですよね、はい、この辺の、はい、でもそのなんだろう、でも一方をその、東京に来て映画を撮り始めた横浜さんが、なんか結構しょっちゅう青森帰ってなんでなのなんか青森でよく撮ってんだみたいなしかもなんか津軽弁にえらいこだわってますよみたいな、東京いる意味ないじゃん言ってしまえば。そうそう、あのこれってでもすごく面白いなと思うんですよ。だからあの意図もだからそういうメンタリティが見えるんですよね。それは月永さんがさっきおっしゃった、ある使命をこうある、あの受け取った存在ではあるんだが、曖昧な線をずっといくんですよね。あの出るかもしれないし残るかもしれないし、三味線を捨てるかもしれないし、うん、言うこと聞かないかもしれない、でもすごいそのおばあちゃんの後をつねガチでやりそうな気配をするとか、その未決定なラインっていうのをずっといくのが、無理やり言うとそのある種ブレッソン の, あの未決定なままっていう宙づり感っていうのは僕通じなくはないと思いますよ。あ、でもそのあれはよくわかんないじゃん、その何結局何考えてるかっていうのは。わかんないです。そう、でも最後少女もしてると最後死んじゃいますもんね。あ、そうそう、だから謎の塊でしょ、いわば、うん、それでそのローラーガールズダイアリーっていうのも、うん、あの映画としてはもっとそのね、いわゆるアメリカ映画の王道みたいな作りですけども、うん、やっぱりね、そうどっちかわかんない状態を耐えて生きるっていう感じはなんか全部仲間って気がしますよ、やっぱり。でもう一つ言うとこれね、これこれ月永さんに初めて言いますけども、あの横浜監督は糸のイメージソースとして長山土俵があったそうですよね、長山土俵は痛いなぎもそうなんです。やっぱご存知ですか。うん、どうつながんねんみたいな。私は勝手につながってる。でもこの映画をよく表してると思います。だからその長山の利用っていうのは、まあ、生まれ北海道なんですけども、はい、まあ一番そのハードな時期っていうのをリタイアナで過ごして、でまあ後に東京新宿に出てきて、まあ事件を起こす連続射殺魔なんですけども、まあその後作家になり、このなぜか海っていうのはまあ。ご本人その、小説をよく書かれてるわけですが、ほぼ自分のこと、そうですね、どの作品もそう多分自分のことなんだろう、もろに自分でこのあのなぜかを見る、だから残雪っていう一節に実はその横浜さんがそのすごくそのイメージを糸道の糸に持ち込んでるっていう話をされてたんですよ。ちょっとその辺お聞かせいただいてよろしいですか。それがですね、あの残雪かどうか分かんないですけど、うん、あの私がロケハンで板柳に一人で滞在してた時に板柳図書館に行ったんですね、うん、ほんとちっちゃい図書館で、うん、まあ、人係 の, あの受付の方しかいなくて 私一人でずっと一人で図書館にいたんです、うん、図書室っていうか、うん、そこでやっぱ長山則夫の、本、うんが割と多くあるんですよね、うん、特にこの人は誰であったかっていうことは まるっきり紹介されてないんですけど、そで図書館で長山則夫のその時読んだのがちょっとこの本だったかとか非常に曖昧なんですけど、うん、長山則夫がその学校にやっぱり貧しくて行けなくて、うん、まあ、貧しかったのかいじめだったのか分かんないんですけど、うん、いつもこの板柳の岩木川
の土手に寝転んでいて、ずっと寝転んでて、 朝から寝転んでて、夕方になるとその同級生たちが、学校から帰ってきた同級生たちが、おなんかほら自分は寝てただけなんだけど、彼らは学校から帰ってくるっていう、そのなんだろう、その一節が書かれていて、なんかこれはもう本当孤独って言ってしまったら簡単すぎちゃうほどなんですけど、あ、この人はあの私が知ってるあの岩木川沿いのあの土手でそんなことを思ってそんな景色を見てたんだっていうのが、なんかすごく糸と、勝手にその時はやっぱり糸のことずっと考えてたんで、糸の一人ぼっち感とすごく、あの私が勝手に永山のりおとリンクさせてしまったというか、それも自分が、はい、板柳の図書館でちょうどそれこの永山のりおの方を読んでいた時、全部板柳尽くしで、あ、でもそれ面白いですよね。はい、あの永山のりおさんが出られた、まあでも本当にその時代的には高度経済成長の時代で、まあ本当東京っていうものがこう一番そういう意味ではぐーっといってる時期で、集団就職でね、あの出られたっていう、まあまたちょっとあの現代的な事情とは違うものもあるんですけども、でそこでその新宿っていうね、あのいわば60年代でいうと本当文化的なでいうと最先端ですよね、うん、そういう場所に いたっていうのもあって、だから いわばかなりの当時 あの同世代の文化人とか共感した人でもありますよね、うん、自分もこうなっていたかもしれないっていう、ね、うん、あの浅田、あ、足立真相さんの、そう、あの映画連続射殺魔、連続射殺魔を見て、うん、まあ、当時の板柳の駅前とか出てくるんですけど、そうです、こんなに人いたんだみたいな。それちょっと全然関係ないですけど。あ、むしろあれいたっけ？結構。いたっていうか、ま、いました。町が栄えてるっていうか。あ、意外に都会こっちみたいな、都会だったんだなって。だから今の方が、じゃあその過疎化みたいなのが進んでるのか。いや、だいぶ。やっぱり若い人若い人いるけど、やっぱり全然減ってるでしょうし。それって本当どこ あの地方の都市も同じなんですよね。だからその意味で、あの板柳っていうローカルのすごく具体性があるんだけども、どうかその、普遍性の回路っていうのはそこですよね。こういう、これはうちの田舎でもあるっていう感覚っていうのはめちゃくちゃ映ってると思いますよね。でもな、うん、そうそうそう。あ、でもな、そのちょっとまた話変わっちゃうんですけど、うん、長山のりおが小説で書いてる板柳ってやっぱり町としてすごく元気、まだ元気で人がいっぱいいて魅力があるんですよね、うん、今の糸が生きてる板柳とはまたなんていうのか全然違うんですけど、あ、そういうことだよな、うん、だからさらに、もしかしたらその意味では脱出願望っていうのは増してるかもしれない、そうですね、ね、うん、糸、そう、難しいですよね。だからその青森市っていうところに行くだけで状況の感覚がちょっとワクワクした冒険の感覚が出てくるっていうのもすごく面白い。永山のりおがその死刑になったのは97年だと思うんですけども、はい、その頃で言うと月永さんはまだ中学生とかそんな感じですよね。覚えておられます、その時の。でも死刑になった時はどうだったかちょっと覚えてないんですけど、うん、ただ父親からやっぱり話はよく聞いてます。なんて、なんて言うんでしょうね、そのやっぱり知ってた子というか、うん、板柳で育ってとにかくものすごい貧しい、うん、家なので、やっぱ、うん、ちょっとなかなか言うのも難しいですけど、うん、こう普通の子供たちがちょっとやっぱり近寄れない感じっていうか、多分まあそれはどこまでいじめと言っていいのかわからないんですけど、それくらいものすごい貧富の、激しい中の子だったっていう、でそういうあそこで育った子がまあこういう人になってこういう本を出してるんだっていうことは子供ながらに聞いていて、ただまあそれについてやっぱりどこまで私も父親にこう聞いていいのかっていう、こういうところもあってちょっとはっきり話し合ったことはないんですけど、だから板柳はそうなんですよね。だからちょっとリンゴのイメージプラス確か
永山のりおのいた場所なんですけど、それがいい、あ、なんて言うんでしょうね、こととして、うん、語りづらいのかなっていうところもちょっとあるんですけど、うん、ちょうどあれですか、そのお父さんとか世代的に言うとかなり近かったりもする。父も子供時代のさらに下だったっていうことみたいですね。うん、だからまあ本当に近所の子として、しかも小さい町なので、うん、あのもちろん一緒に育った、うん、あの界隈の子だったってことですよね。うん、だからかなりその上では近い場所に住んでいたっていう、うんうん、そうだからこれはね、でもこれをやっぱりその原作にイメージが入ってるっていうのはすごく大きいなと思います。うん、まあ、1年だけって言ったらやっぱり一番先に私思い出したのは永山のりお、一番先です、今映画作る前までは。そうそうそう、ていうかそれぐらい結構のめり込んでたイメージが、うん、はい、永山のりおが生きていた。でもね、それこそ永山さんって映画すごい好きなんですよ。そうそうそう、これが大きいんですよ。そう、僕もそれ知った時に、はい、なんかすごい似てるとこあんねんみたいなことって思ったのは、やっぱり映画が好きっていうところなんですよね。うん、映画館がやっぱり柳に その時3つあって、うん、まだ日活と大江戸と東映あ、そうなの、うん、あったんですって、うん、でいつも映画館はお金ないけどたまに映画館行って、うん、自分ほらお父さんも以外いないから顔見たことないから、うん、佐田啓二さんとか見て、あ、俺のお父さんもこんな佐田啓二みたいなのかなとか思ってたんですよって自分で言って、うん、言ってるインタビューとか読んだりして、うん、あ、すごい映画にそうロマンが映画をがちゃんと なんつうの、やっぱ映画の話よくしてる、めちゃくちゃ出ますよね。そこでやっぱりシンパシーっていうのが自然に生まれちゃいますじゃないですか、やっぱり。そうか、でもやっぱりいろいろそこを調べたりしたっていう。でもね、ここに来てじゃあ一体何という、だいぶぐるーっと回ってついにある種原点に近いようなところルーツが来たっていうのも面白いですよね。三味線ってことに関して言うと、あのリンゴ農家で冒頭からベン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 ってすごい鳴り響いてたじゃないですか。はいはい、馴染みはあったんですか、三味線に関しては。あ、リンゴ農家の少女という短中編を撮った時は、うん、冒頭で三味線を弾いていたアメリカ人の方が、はい、あの人は弘前に実際住んでて、青森のことが大好きになって師匠から三味線を習ってる、うん、すごいパワフルな方だったんですよ。うん、でその人が面白いんで津軽三味線を取り入れたんですよ。あ、その人ありきだった。ありきで三味線をじゃあ弾いてもいただこうっていうことになったんですけど、うん、今回もの糸道はがっつり津軽三味線から始まっていると言っても過言ではない物語だったので、しかもあの祖母初江さん役が西川陽子さんという高橋名人高橋筑山先生の一番弟子の方ってい う, もうガチ中のガチですよ。恐れ多くてちょっとあまり私は多くを語れないんですけど、でもあの横浜さん音楽大好きじゃないですか。音楽いいなと思います、うん、アメリカユートピアこの見て、あ、やっぱり音楽って本当いいなって。あのね、そうだからあの初期でね、はい、よく横浜さんインタビューよく読んでた時に歌手になりたいっていうことをすごい言ってたんですよね、初期のインタビューで。歌手になりたかったっていう、昔ですよ。それはあのどういう流れで、映画じゃなくてそっちだったの。映画よりも、うん、映画はやっぱりあの道具を、いろんな道具を使ってあの映画というものができるわけじゃないですか。歌手って自分の体じゃないですか、うん、ほぼ声、うん、それがいいなと思ったんです。一人でできる、一人でできる、そうそう、一人でできる、うん、本当は一人でできないんでしょうかとりあえず自分の体一つあれば、そうかそうか、その辺で歌ってればいいわけでしょ。10代の時はそう思ってたっていう。素晴らしい、かっこいいなって、うん、なりたいなってずっと思ってます。だから糸っぽい、糸っぽいのか糸とは違うよな。でもね、その音楽がもうから、ね、昔から自分に根付いてる人間ではありますからね。糸の周りにいる人みたいな感じ。え、月永さんなんで映画だったの。うん、いや、なんででしょうね。なん
好きだったんですか、青森にいる時から。ブルータスのね、スターウォーズで目覚めたみたいな。そうです、テレビからですけど、テレビでやってた映画からですけど、子供の頃から映画は好きだったんで。そうだったんですよ。この監督がじゃあとよ、あの青森から出る時はそのなんか映画を、いや歌手になりたかった映画じゃなかったです、間違っても映画じゃなかった歌手。え、誰みたいになりたいと思ってるの？私ですか、うん、ですね、アイドル好きだったんで。そうなの。小中学校の頃は、はい、ココとか、ココって知ってました？5人グループ、うん、あの中入りたかったのそう、新さんなめこさんみたいなスピードの5人目のメンバーになって踊ってたみたいなスピードはだいぶ年下なんで、うん、もうちょっと私の場合上のココ、あれ、ココって三浦璃子、リコ、あの、ダイヤモンドユカイさんの、あの、奥さんになってた方ですよね、最初の。あ、うん、あ、そうか、そうか、そうか。あ、そうなの、はい、あと、当時、その、ウーアさんとかがデビューしたてで、はいはい、なんてかっこいい女、女性の歌い手さん、わ、なりたいって。その辺はわかります。わかりますね。そ、ちょうどその97年とか6年とか、あのあたりですもんね、その長山のエピソードに近い時に。もういろんなものに興味ある時期なんです。いろんなところにもとっちらかってます。うん、そう、私はそうなんです。映画は全然、だから学生時代は。この映画の中の、そのメイド喫茶、実際はあれは、弘前で撮影。弘前。撮影は弘前で、あのロケセット組んで。え、そうなの？そうです、メイドカフェは。それ僕知らんかった。あ、そうなんですか。空きテナントに店を、美術部がセットを作る。あの、でもあれでしょう、その動線というか、あの行くまでの道のりで青森市。青森市です。あそこだけ青森市で。で、セットは弘前行くんだ。ドアの、メイドカフェのドアの前からもう弘前です。あ、飛んで。ほぼ。あ、全然わかんなかった。当然か。映画の嘘に、うん、騙されました。ありがとうございます。それで。でもあのなんかメイドカフェのこうあり方というか、こう東京から帰ってきた、まあ、出て戻りというか戻ってきた店長がいて、はいはい、でまああのオーナーがまたちょっとよくわからないとかありますけど、でもなんか東京で流行ってるものを青森市でやるんだけど。うん、かなり縮小版になってるみたいな感じが、うん、でもなんかメイド喫茶で青森市にあるのかちょっとわからないですけど、うん、なんかこの距離感というか縮小感があるなってなんか思ったんですよね。そう、ああいう場所とかちょっとありますよね、なんか東京が、うん、あるよ、ね、なんかね中途半端なんですよ言ってしまえばやるならちゃんとやりゃいいのに東京のもうまるっきり模倣でもいいから好きやればいいのに、なんかねどっかいつも中途半端なのが青森っぽい、私の中では青森っぽい。なんかだったらもう地元に本当に特化した、うん、そうそうそう、場所にすればいいのが、どっか半端に東京にこう憧れてる感じ。でもなんかああいう場所がだから多分普通に考えたらちょっとこうなんていうんでしょうか、ネガティブになっちゃいそうな、うん、ギャグになっちゃったりとか、うん、なんだけど、あ、でもこういう風なあり方もそれはそれでいいのかなっていう、うん、なんか肯定的にこんなに、はい、描かれたっていうのがすごく面白かったですね、うん、まあね、そうですね、ただ、まあ、東京の人があの店見たらけって思うのかもしれないけど、この映画に出てくるのは青森の人だけなんで肯定、そう、否定的に捉える視点っていうのはないというか。そうですよね、確かに。だからまあ決してやっぱりでも青森でも流行ってるわけじゃないっていうじゃない、そうそう、どっちやねんいや、まあそれは言ったら、まあ、うちの地元とかもそうで、うん、まあ地方その偏差っていうことで言うと、まああるんでしょうね。その東京っぽいものの縮小版に地方を建てて、うん、まあそれをまあある種、まあいけてますよ的にやるんだけども、うん、まあ7掛け6掛けぐらいで、どうしても止まるっていうのは、うん、あると思うんですが、僕もでも、あの空間がかなりその原作から映画っていうことで言うと、
とそのメイド喫茶メイドカフェっていうところの、ボロボロには悩まれたと思うんですが、すごくあそこが肯定的な空間として描かれてるっていうのは僕もこの映画の爽やかさのすごく大きな要因だと思うんですよね。で、実際あるんですよね、その和歌山にもそのなんかそのメイド喫茶とかでなじゃなくてもそういうその都会に準じたような、まあ、サークルだったりとか場所だったりっていうのは、まあ、あるんですよ、うん、サークル あるんです実は いろいろと、うん、で確かにでも10代でそこに行くっていうことは、例えば僕で言うとなんかその近所に輸入版屋が1軒だけあったんですけども、あそこに行くような感覚っていうのがあって、それは例えばそのすぐ潰れちゃったし、その東京にあるその有名店とかするともうかなりしょぼいんだろうけども、自分にとってはかなり重要な場所になったりもするわけです。そういう感覚はすごい出てたなと思うんですよね。つまりその対世間としての評価はどうであれ、何かこう自分にとっていや後から振り返るとあそこが原点だったとか、そういうとこ場所ってあるじゃないですか、うん、それにカフェはなってるっていう感じがして、はい、結構すごいいいなと思いましたよ。なってましたか。難しかったですね。難しかったでしょ。そういうふうに 見えたんですか。はい、まあ、うん、あのよく言うだろう。見えましたよ。でも横浜さんご自身としてはかなり悩みながらやったわけですよね、うん、メイドカフェっていう場所は、はい、この映画で どういう 場に場として描かれる見えるんだろうっていうか、うん、見え方っていう、うん、言ったらその原作が2011年で、はい、まあ、ちょっとそのこの10年ばかりで、まあ、ジェンダー意識みたいなもんでかなり急速に進んだところもあって、この頃は割と無邪気にこういうご主人、まあ、ご主人様の風刺のセリフもバリバリ出てましたが、このスタイルっていうのは、まあ、ある種のカルチャー的な消費っていうのは気軽にされてたと思うんですけども、今そういうわけにはいかないっていう側面もあり、うん、そこはかなりでもセリフの端々も捉えられましたし、まあ普通のカフェでもいいところをこのわざわざメイドの格好させてみたいなところからこう乗り切っていく段階っていうのは、そこでなんか横浜さんのなんだろう葛藤とか思考がどんどん乗っかっていったような気がしますけどね、うん、そうですね、うん、本当に なぜ普通のカフェじゃダメなんだろうっていうのはすごい悩んだんですけど、うんうん、ダメなことも別にないんですけど、普通のカフェとして映画版はやりますということでも、うん、ね、決めてやるならそれでも良かったんでしょうけど、うん、まあその、まあ、女性って、うん、ジェンダーの話っていうのももちろんあるけど、やっぱりその板柳にいる意図が、うん、違う自分になる場所というか、うん、変身 しなくてはならない場所というか、うん、変身しなくてはそこにいられない場所じゃないとやっぱり面白くないなっていうふうに最終的に思いまして、うん、ただの喫茶店じゃなくてメイド喫茶っていう喋ってる言葉も着てる服も全てなんでしょう、フィクショナルな世界という。そうです、はい、ただのカフェだったらその辺でバイトせいやと思いました、ね、だからまた広崎でその話になっちゃいました、うん、そうですよね、うん、まずちょっと特殊な空間、フィクショナルな空間っていうのはまず一つあって、はい、でもその中でそのなんだろう、まあ例えばその性差別的な部分として受け止まられがちなところっていうのは映画の中で一個ずつ潰していったような感じがする。例えばその戸川さん演じる民族学者にちょっとその概念的な批判のセリフを言っていただいて、いやお前頭でっかちだなと娘批判するみたいな、働いたら分かるんだよみたいな、全然セリフは違いますけども、そうリアルを知ってるのかお前みたいな反論の仕方をするとか、まあ大げさに言うと弁証法的なね潰し方っていうのを映画の中でいろいろやってるなって思うんですよ。それってメイドカフェっていうモチーフと格闘したから出てきたものですね。もうほぼ自問自答自分の自問自答も登場人物たちが喋ってるという状態です、うんうん、その豊川さんお父さんと糸の喧嘩のシーンもそうですし、あ自分の中から自分の中の、豊川さんがこう言っていると、自分の中の糸はこう言っていると、うん、
でもそれって月永さんどうご覧になられました？そう、女性、うん、女性として。正直言うと、まずその設定、やっぱりメイドカフェっていうので、ちょっと不安にはなったというか、こうやっぱり、なんて言うんでしょうね、イメージとしての、多分豊川悦司さんが、お父さんが言ったことが、そうじゃないって思っちゃうというか、うん、豊川さんが言ったことが正しいというか、こう多分私も、うん、わざわざあんなところじゃなくてもっていうのが、思っちゃうんですけど、多分それに対してすごくでもそうだよなって思えたのは、多分それに対してもいいと思う、反論はするけど、でもあの場所がいかに素晴らしく、メイドカフェっていう素晴らしい場所なんだっていう反論ではないじゃないですか。確かに。この存在が素晴らしい場所だじゃなくて、でも私と一緒に働いてるみんなはあそこが必要なんだっていう、とにかく今の私にとってはっていう目線で反論が常にされるっていうのは、だから、なんて言うんでしょうね、メイドカフェそのものっていうよりも、とにかくあの空間、あの人たちがいる、あの空間がこの映画にとっては一番重要なんだなっていう、多分そっちの視線に持ってってもらえたというのが、どっかモヤモヤする、それこそご主人さんかみたいなこうところが、なんて言うんでしょうね、だんだん不安が、いいんだ、これはこういう物語なんだからっていう工程になるかなっていう気がしますね。やっぱりなんかお客さんとのやっぱり特に男性客との関係とかもやっぱりちょっと見ながら、なんかこれを良しとするのって思うんだけど、でもその合間にやっぱりこう、そういうのが気持ち悪いよって言ってくれる同僚もいるしとか、今の意図にはこういう場所が必要だったんだなっていう、この先だからのお店がどうなるかちょっと分からないですけど、そういう限定的な場所として捉えるっていう意味ですごく心地よかったなと思います。だからなんかそのメイド喫茶っていうカテゴリーからもっとその個的な具体性へとずれていくっていう感じがすごく出てましたよね。そこはだからすごく大きくて、だからその自分にとってのあの店はっていうような発想になるんですよね、こうあの映画を受け取った時に。それは横浜さんがまあ戦ったからでしょうね。自問自答激しい自問自答を繰り返したからでしょうね。実際にもメイドカフェに取材させてもらったりしまして、働いてるメイドさんたちとお話しした時に、やっぱり本気でこの方たちはエンターテインメントをやろうとしてるっていう、あの気持ちにはやっぱり群の根も出ないというか、やられますね。ちゃんとどっかに向かおうとしてる人たちの真剣な思いみたいなことをちゃんと受け取れたのは、まあ大きかったかもしれないです。このメイドカフェっていうものを自分の中でどう肯定するかっていうことを考える、現場のリアルを、はい、現場でもそのやっぱり同僚の先輩 の女性メンバーのキャラクターも大きいですよね、はい、皆さん魅力的で、実はいろんなあそこも階層レイヤーがあってなんか世界の縮図っぽいところもあって、あそこでこのちょっとまあある種青く生きがっている人が、世界を知るみたいなのもあるじゃないですか、はい、労働だとか、はい、最初のだからその通過儀礼みたいなところで言うと、本当になんかこう世界に触れるっていう感覚はあの場所で結構実現されるようなところありますもんね、働くっていうところも、自分の考え方みたいなことを試す場もないっていうか、普通に痛いないだけで暮らしてたら、他人他者っていう存在はやっぱりなかなかね、他者ね、そうまさに他者いないから、だからこそ青森の、わざわざ青森まで行って空間で他者に触れるっていうことなんだと思います、横浜さんバイトしてた？してました。何してた？あ、コンビニです。あ、そうコンビニ、高校時代はコンビニ。あ、そう。あと、ちゃんとやれてました。いらっしゃいませっていうだけなの。今は結構いろんなスキルが必要ですけどね。ね、あんなコンビニはいろんなことやんなきゃいけないですね。割とそこでも、
ちゃんとやれる、はい、社会適応力はないかあんまりないです、うん、ないと思うだってあれでしょ、その大学出た後 OL やってるでしょ、それがもう最悪の体験だったって言ってたいやだから当時の日記開くと死にたいって一行書いてあったんで、あ本当に辛かったんだな。それで美学校行ったんでしょ、もう一般社会馴染めなさすぎてだからそうだダメ人間せっかく東京横浜出てきたけど何やってんでしょ、ね、私マンモにいりゃよかったじゃん本当ですね、今ちょっと今やったら思いました。帰ろうかな。え、月永さんバイトしてた？高校の時とか。でも本当にちょっとだけですね。ねぶたのバイト。あ、ねぶた私も。何それ？ねぶたの時の高校生の定番のバイトでカメラと鈴とか売上品を売り子を5日間くらいやっていて、あと雲で働いたりしました。それ定番なんですか？地元便の。ねぶたのバイトは結構定番です、私もやりました。そうですね、あ、やったの。やりました。衣装着て観光客に売って、その時のバイト代で夏休み遊んで。ああ、面白い。それだけでもすごいなんか、すごい面白いですね。青森あるある。青森あるあるなんだ。面白いね。好きなさんは、でも、あれだもんな、すぐもう大学出て、出版に入っちゃったって感じだったんですか？入ったって言っても、しばらくはバイトでしたし、なんでしょうね、そんなにやっぱ、すんなり他みたいに就職して、大きい会社に行って、就職して、ずっとバリバリ働くっていう風にやっぱり適応できなくて、なんかグダグダしながら、バイトしてるうちにそのまま雇ってもらえてっていう感じでしたね。港の人で。そうです、うん、でもその、地方青森から出てきて、まあ、東京、まあ、この中心日本 の大都会に出てきたところでのそのなんだろう、思っていたこととあれみたいなところってやっぱりありました。どうあるよねみんなね普通にね、東京、そうあこんなもんかみたいな、うん、まあ、いろんな思いあるじゃないですか。こう幻想してた時と、まあ、それこそリアルを知った時の、まあ、いろんな思いってありますよね。うん、まず多分私の場合は横浜が横浜じゃなかったっていうショックがありました。イメージの中の。あ、そういうことね。あの何？あの異国情緒みたいなこと。横浜国立ってそういう場所じゃないぞ、あるのすごい山奥一律もだけど全然横浜感ないキャップがある。なるほどなるほど。じゃあまずはそこから始まってっていう、多分なんかその青森から東京に出るって言いつつ他の同級生とかも東京に行くって言いつつなんか千葉だったりとか横浜だったりとか、それもあるあるよ。まあいろいろあります。何ありましたでも、うん、東京は全然違うじゃん。でもなんだろうな、でも未だになんかその引き裂かれ感っていうのはありますけどね。なんかこう、僕はもういきなりライターできたっていうのもあるんですけども、はいはい、なんかその。業界がいかに貧しいだとか、それか結構大きくないこれ。お金の、そう、何もでもそうですね。それはもう自分で実際そこに場に入って初めて知ったみたいな。そう、結構しょっぱいんだなとか、結構リアルになればなるほど冷めていきますよね。でも冷めていくんだけども、一方でこの入ってみて面白いなって思う。ことも、うん、まあ、同じぐらいかそれ以上にあったりもするんですよね、はい、うん、やっぱりこうだからそこは今でも引き裂かれてる気がしますかね。そうです、うん、今もそうです、うん、だから、そうだからまたでもそのなんだろうな、こうやってだから横浜さんみたいに逆にこうその地元にこう4回も戻られてこう映画を撮るっていう感覚が逆になかったりするんで、それ面白いなと思うんですよね。こう戻るたびに何か発見があったりするわけ。そうですね、
その地元、自分の知らなかった地元だ。それはもうありますよ。めちゃめちゃある。まあ、リアルでいたのに全然知らなかったし、うん、今回は。でも僕も言ったらその和歌山市なんで、その和歌山 の, その北しか知らないわけ。もう南全然知らない、本当に。あので、あの上を向くから意識としては、はい、あのいや白浜行ったことありますよとか、僕いや一回ぐらい行ったかなみたいなそういうノリになるんですよね。ましてやその中上健二がいたようなああいうところっていうディープ和歌山っていうのは知らないんです、全然。あの有吉さんもあの紀の川あたりの和歌山しか知らないんで。都会ってことですか？ん？都会だって知ってんじゃん。いや森さんがいた。いやだからいわゆるそのあれよ、あのベッドタウンみたいな感じ の, こうあの何もない郊外っていう感じの和歌山市なんですよね、うん、あの大阪に近いっていうような感じ、うん、だから逆にそのなんだろう、知らなかったりってするんですけども、はい、こうやって戻っていくとあこういうなんかローカリティみたいなのがあって興味深いとかあ、ありますけどね、ね、うん、すごい出てますよね今回の映画が特に、うん、でもほらプラの青森のことを本当に高校にいる時まであんまり知らなかったし、今もあんまり映画で初めて知るぐらいの感じなんですけど、やっぱスタッフに青森の面白いところとか美味しいところどこっていまだに聞かれるけど、いまだに答えられないあれ全然ないやっぱり分かってない青森って思います。それもあるあるですよ、うん、教えてくださいよって逆に、うん、言われなるっていう。え、月川さんは結構地元の馴染みっていうその出て行こうっていう感じはどうなんですか？そうですね、出て行こうですね。やっぱ出る前はだって高校生までとかって本当に家と学校と遊ぶって言ったらたかが知れてますもんね、はい、もう見なって知らないしっていう、うん、でもそうちょっとそういう意味でギャップっていうので思ったのが、やっぱりもちろん青森の人がみんなそうとは思わないですけど、私もこのなんか津軽弁っていうだけじゃなくて喋りのリズムが遅いなっていうのをすごくあの東京にというかこっちに来てからすごく、はい、あの気づいたというか、ご自分のゆったりしてるってことです。そうなんですよ、なんかゆったりしてるというか、こう人も東京の人とか特に関西の人とかこれね関西早いんですよ、早いんです。これもう今の会話のスピードで分かると思うけど関西目早いんですよ、うん、すいません、すごくもう20年くらいなんか訓練されたと思うんですけど、それでもやっぱり遅いなって自分でも思うんですけど、落ち着きます月永さんのスピードを2人 BPA は同じですもんね人のこの口こもる感じっていうのが、単に津軽弁がコテコテだったっていうだけじゃなくて、なんかやっぱり青森の人って口がちょっと重いというか、うん、こう世間のリズムについていけない感じがちょっと分かるなと思ったんですけど、うん、どうですかそれ、うん、やっぱしゃ、まあ、自分も喋れない青森関係なくもともと喋れない人間なんでやっぱ言葉にすることって怖いっていうか、うん、何が怖いというと自分の気持ちを正確に伝えられるのかどうかっていうことと、言葉で、あとそれが人にどう思われるのかっていうことが怖くて喋れなくなっちゃうんですけど、だから、まあ、全然思ってもないこと言っちゃったりもよくするんですけど、それはもう本当なんか原作にある意図もまあそういう性質の子だったから、非常に自分自身のようだなと思って、まあ、喋るスピードを云々というよりも喋ることへのなんでしょう、コンプレックスみたいなことになっちゃうんですけど、そこはだいぶ、はい、意図は私みたいに思ってましたけど、はい、早いですよね、東京周りの人はですよね。だからなんかこの意図のなんていうんでしょうね、引っ込み思案とかこう内気だっていうだけじゃない、なんかこう出れないっていう感じが言葉の出てこなさであったり、人のに対してパッと動けない、なんかその遅さっていうのがこう身体的にすごく共感できたというか、はいはい、面白いな、その視点なかった遅さねその意味で言うと確かに豊川さん早いよな、早い、お父さん早い、
豊川さん、お父さん、豊川さん、ね、パッと早いですよね、スピード感あります、ね、うん、スピード感ある大阪人なんかあの言い換えされる感じが親の子っていうだけじゃなくて、なんかこうわーって言われる、うん、言われてこっちがまだまとまってないのにって確かに言われな、そうだな。でも思春期の親とかって大体そうじゃないですか、子供ってそんなに語彙が多くないからそう、感情が先にいっちゃう、そう、出すまで時間かかるのに、その前に親がわーって論理的なことを並べ立てるからもうねずるいなって思いますけども、でもそれがさらに強調されてる感じしますよね、あの豊川さんと駒井さん の、 あの関係性の中で、確かにこう、うん、まさに考えがまとまる前にですよね、わーって言われて、ああああってなってもう切れるとき一気に切れるだみたいなっていうのはすごい出てたよな。でもあれ、それ土地の感覚なんですかね、やっぱその喋るそんなに饒舌じゃないじゃないですか、やっぱりみんな地元でちょっと重い感じはありますよね、重い、なそう、無口ともちょっと違うんですけど、唇が重い感じだよね。それこそでも寺山とかってどうだったんでしょうね、なんかパフォーマーのイメージがすごい強いからでもリアルタイム知らないじゃないですか、でも喋ってるの見ると、うん、口はほとんど動かさないんだけど、わーって音楽楽器弾いてるように言葉面白くわーって喋る、うん、そんな感じですよね、まさに僕もすごい印象としてはそう、うん、なんか不思議な不思議、あれはだからなんだろう、やっぱパフォーマンスっていうところでなんか鍛えていったっていう感じなのかな、ちょっと想像するでっかくな感じがしますよね、うん、そうそう、それこそ太宰の喋りとかっていうのちょっと聞いてみたい気がしますよね、なんかちょっと重そうだけど、そうですよね、あのそ青森つながり ゆかりで続きあれなんですけども、あの人間椅子 の、はい、あの音楽も使ってるという、これ横浜さんチョイスでしたっけ、はい、エデンの少女を今回使わせてもらったんですけども、はい、曲は私が選ばせてもらいました、ぴったりですよね、歌詞の世界、はい、もうどれがいいかなって全部人間椅子を聞き直して、うん、ハードロックじゃないですか、あの人間椅子といえば、はい、ゴリゴリのゴリゴリ、うん、そっちかっこいいじゃないですか、やっぱり、はい、ハードロックが人間椅子が、あの、はい、映画の中で流れたら、うん、でもあえてエデンの少女という、うん、ハードロックじゃない、うん、穏やかな曲を選んだんです、ね、人間椅子の中で、はい、でも、はい、ゴリゴリの人間椅子が流れたらかなりぶつかりますよね、普通のジャムズ。いやでもそれもちょっと面白そうだなってすごい悩みましたけど、ね、ハードロックジャムズでやろうとするって、うん、人間椅子の方々は広崎ですよね、うん、また最近すごい人気ありますもんね、いろいろ活動、そう、海外でも有名な、そう、さらなる展開をされてますよね、うん、されてますよね、でもあれですよね、イカ天とかって世代じゃないですもんね、イカ天は私も見てたまに見ても好きなのはちょっと違うと思う、全然ない、あの世代はもう津川さんと外れてる、うん、見てました、兄と姉がいたので、うん、たまに見てて、でも人間椅子をその時知らなくて、青森やってたの、深夜やってましたよ、僕ね、和歌山やってたっけ、和歌山はやってなかったと、あれ僕だから後から見たり、はい、今 YouTube で見たりしてる、今ですか、めちゃめちゃ出てるから、ね、あ、やってなかったですか、やってないですよ、青森やってたはず、イカ天の、あ、そう、はい、じゃあ見てた、たまに見てたんですけど、人間椅子がそこでインプットされたわけではなかった、はい、わかんない、イカスバンド天国ですよね、そうそう、三宅裕司さん、そう、三宅裕司さん、ブランキー・ジェットシティとかね、あの辺が出てきた、うん、やっぱちょっとすみません、あんまり知らなかったです、ね、まあ言ったらまだ若いっていうか子供ですもんね、まだね、あれだと小学生とかかな、小学生だと思います、私は、そうですよね、と、うん、なるとまだちょっと世代的には違いますよね、じゃあ後から好きになったって感じですか、後から知りましたね、うん、青森の人から教えてもらったのやっぱりそうなんだ、ね、でも地元でつながってるんだ、そうですね、うん、人間椅子の方々も津軽弁っていうところをぐっとあの押し出したりとか、割とその
青森のローカリズムっていうところを寄った作りでもをやったりもしますもんね。すごい喋ってますか？喋ってるっていうのかな。うん、なんか、まあ、曲音楽はそう、はい、歌詞は津軽弁でバリバリ使ってる、バリバリ使ってる曲いっぱいあって、うん、そうパンクな、そう津軽弁喋ってる。ですよね。そうそうそう、リンゴ農家で吉幾三ネタがあったじゃないですか。あ、俺は田舎の田舎の石油王国だ。そう。替え歌さ、私が作ったの。え、そうですね。替え歌作らせてもらったんです。田舎のプレスリーっていう吉幾三の曲を。田舎の石油王っていう歌詞に変えました。はい、言ってもだからご当地ネタよく使って。めっちゃ私青森好きじゃないですか。そうそうそう。人間椅子 VS 吉幾三動画とか知ってます？知らない。知らない。ニコ動かな、 YouTube かな。あ、人間椅子の演奏をバックトラックにして吉幾三さんのオラ東京さん行くだとかをラップ的に、あの、被せてる動画とかあるんですよ。それは吉井さんが作ってる？いやいや、勝手に作ってるんでしょうか、誰かが、うん、でも、あの、多分それを受けてなのか、あの、和島さんが人間椅子の、はいはい、あの、はい、ヨシーさんの津軽をギターで弾いてみた動画とかもあります。あ、アンサーできない。知らないけど。結構いろいろあるんですよ。面白い。でも面白い。そうか。でもまあなんか、そういうのってあれなんですか。でも太宰寺山みたいな話っていうのは、やっぱり地元にいると、その、この辺あれなんだよっていう話で出てきたりするわけですか。特に同じ高校だったりする。私全然高校の時に全然何も先生教えてくれなかった。本当。遠足で行きませんでした？寺山の習字記念館って。行かない。あ、じゃあ私たちもそうですよ。え、この4年でそんな違いが忘れてんじゃない？よか。行ってないです。本当ですね。記念館は。いや、サボってたじゃん。それはあります。それに遠足で寺山習字記念館行って。写真見るとだからちょっとみんなびっくりするって、なんでこんなところでみんな楽しそうにしてるの。あ、そうだ、高校生がみんなこんなすごい楽しそうにしてる。でも伝統じゃなかったんですね、じゃあ。てっきり言ってないです。そんな教えて、寺山修司のこともっとね教えてくれてもいいようなもんですけどね、授業とかで。そこではなかったですよね。図書室に飾ってあるくらい。そうそう、それはありました。あ、そうなんだ。でも寺山なんか結構そのなんだろう、東京出てきたのに、うん、なんかその土着的なものを自分の表現の中に導入していったっていう意味では、はい、かなり露骨な人ですよね。後からじゃあ発見していったみたいな感じですか、寺山。多分映画とかで言うと、私そのゼミ、横浜市立でゼミ入った時に、うん、あの選ぶの社会学部だったんで、うん、題材は何でもよかったんですけど、うん、寺山修司すごい好きな京都出身の男の子がいて、おうおう、寺山修司って知ってるって聞かれて、うん、やっぱほとんど知らないけど、私が地元出身なのに私の方が全然知らなくて、あ、そうそう、すごい研究してる子がいて、うん、その子に教えられたんでしょ、だからこの、なんだろう、あの、豊川さんみたいな、外部なんだけど、すげえ詳しいみたいな。本当に。あ、そうなんですか。それで、寺山さんの映画を見るようになりまして。京都の方の影響で。京都の。友達がどうでした、寺山修司映画。映画は、まあ、そんなに好きじゃなかった。率直にありがとうございます。はい、あの、やっぱ、エッセイと、うん、詩との方が圧倒的に私は好きですけど、寺山さんの言葉使う映画よりも、うん、月永さんどう見てご覧にはなってる。私もほとんど見てなくて、やっぱり寺山修司、はい、だからほぼ同じで、やっぱりエッセイとか詩は読んでそれなりになんか面白いなとか思ってたんですけど、映画をなかなかそう見る機会がなくて。あ、そう。それはあえて避けてるとかでもなくて、でもでしょうね、あのでもなんとなく青森に行った頃が出てきたばっかりのものって、うん、そういうちょっと土着のものとかなんか青森っぽいものって逆にちょっと嫌だったりしますけど、うん、もちろんすがるでも喋るのも嫌でしたもんね。私なんか寺山修司だよねとか言われるとなんか、うん、あん
知らないみたいな、こうあちょっと言ったのにもっとするみたいな、むしろあんまりそこはアピールしないみたいなところも若い頃はあったと思います。むしろ私の世代、音楽でいうとスーパーカーが出てきた、本当ですよね。青森といえば、本当だ、スーパーカーそうだもんな。初めてなんかこう、スーパーカーはこう、青森出身だけど、なんかかっこいいというか。青森感ないし。そうなんです。確かにそう。都会的だし。ああ、そうですね。そうなんです。確かにそうだね。ちょっと憧れというか、好きなのがだんだん分かってきて。分かってきた。ちょっとです。はい。スーパーカー出てきたのはあれか、90年代終わり、2000年とか、その辺。終わりぐらいですね。終わりぐらいですよね。あの、ナンバーガールくるりスーパーカーみたいな、ちょっと誤算曲っぽい言い方もされたりして、まあ、石渡淳二さんは今、すごいご活躍されてますけども、石渡さんと横浜さんの僕、対談なんか、取材したことあんな。そうです。覚えてます。ウルトラミラクルラブストーリーを作った時に、青森、出身だということで、ね、石渡さんと私が今ふっと思い出した、ちょっと何をお話しさせてもらったか全く覚えてない、僕も全く覚えてない。でも、いや、ありましたよね。ありました。うん、申し訳ないです。面白いな。そうだから、まあそういった流れを経て、そうか、こういう今になって、はい、板柳英語を見て、はい、語る余裕も出てきたみたいな。糸道がこうある意味すごく土着の本当に文化を描いてるし、あの風景 もうすごく青森と板柳だしっていうなんだけど、あのこんなに爽やかに見れるっていうのは自分でも驚きだったし、でもこういうあのもちろん映画がそういうあの爽やかさを持ってるんだと思うんですけど、やっぱりどっか多分自分で拒否してます、土着の文化が。こんなに楽しく見れたっていうのはちょっと自分としてすごく感動しました。ちなみにその横浜さんがこう出てきた時、ジャーマンとかが出てきた時は、あの好きなはさんどういうふうにご覧になられたのか出ました。でもあの面白く見ながらも、なんていうんでしょう、変な話どっかそんなに青森っていう感じでやっぱり見てなかったというか、もちろん全然青森ってなんですけど、私使ってる言葉出てるんですけど、はい、何でしょうね、それよりもやっぱりもっとあの横浜さんの映画ってこうすごく何でしょう、ぶっ飛んでるというか、どんどん凶暴になっていくじゃないですか。ああいうところの面白さもこう先に立って、そうか、青森の映画っていう受け止め方をあんまり多分してなかったんですよね。もちろんウルトラミラクルラブストーリーとか、地元で撮ったらしいよとかもすごい聞いてたんですけど、ちょっとそういう意味でも糸道はだいぶ今までの撮った映画と違いますよね。はい、ウルトラミラクルを青森で撮ったんですけど、地元の人はあんなの青森じゃないって言って、思って言いついて。なるほど。あとリンゴ農家の少女っていう、でも青森で撮ったんですけど、リンゴ、お客さんで来てくださった年配の女性に、リンゴ農家はこんなんじゃないってすごい真面目に言われて、もう本当に青森で撮るのも怖くてしょうがなくて、本当に怖かったんです。不思議ですよね、リンゴ農家の少女もまんま青森なんですけど、リンゴ、まさにリンゴの農家だし、なんだけど、なんかフィクショナルに見えて、まあ私がそうしてるんですけど、あんなやっぱり多分糸道であんな風にリンゴ農家みたいにやっぱり石油を体にばらまくっていうか、ぶちまけるとか、あんなこと絶対しないだろうなって地元の人を安心して見れる映画です。青森ですぐ撮ったというか、弘前と平川市で撮ったあの泳ぎ過ぎた夜っていう映画とか、すごい面白いとずっと聞いてまして、それもあのダニア・アニベル監督と五十嵐康平さんが撮った、はい、
映画で、あれもすごく大好きだったんですけど、でもあれはなんかそういう意味で本当に弘前なんだけど、もしかしたらもうどっかの日本じゃないどこかの雪国って言われてもなんかそうかもって思うような、本当に雪の中のなんかフィクションの世界にもどっかなっていう、あ、外の視点で撮るとこんな風にも映るんだなっていうのがすごく面白かったんですけど、横浜監督のはそういう外の視点とはまたちょっと違うって違います、ね、でも一道と、でもそんなに前の映画と青森の人の反応が違ったっていうのはちょっと面白いです。面白いな、前は撮るために怒られてたんです、ね、そうです、怒る人、地元の人絶対います、今まではいました。でも今回はその意味では歓迎される青森映画になってるってことかな。どうでしょう、まだ公開されてないので、うん、緊張してるんですか。それしてますね。自分あの青森の劇場全部開けていただいて、うん、あの上映してもらえるんですけど、うん、青森となんて言うかなって地元の人、うん、結構ね、それこそあのコロナ禍っていうところもあって、ね、あのこういうのもありますけども、はい、ね、今日難しいですよね。だからちょっとその、うん、なんだろう、映画作家、まあ、特にその映像っていうものにこだあのやってらっしゃる方は、まあ、これからね、例えば来年どうなるかっていうのはまだ分からないんですけども、このワクチンっていうのがこう急速に今普及しつつあるので。はい、でもこのマスクをつけるかつけないかだけでも、結構そのリアリティの基準値みたいなことでいうと悩みどころだったりするんじゃないですか。悩みどころじゃないですか、うん、あの糸道の撮影の時も去年のちょうど9月で、うん、もちろん町の青森の人は全員じゃないんですけど、ほぼ7割ぐらいの方がマスクつけてたの、青森市でいうと、で映画の登場人物はどうするのってもちろんなりますよ、ね、はい、話になるんですけど、やっぱりコロナだとあの、まあ、マスクつけたら、役者の顔見えないっていうことと、あとめちゃめちゃ大きいですよね、はい、声がきあの録音部声取りづらくなっちゃうっていう、もうあのいいことを映画として活用できる面白みが、ね、そのあればいいんですけど、あの利点が全くないことばっかりなんで、うん、まあ、日常的に手洗う時間を映画の中でも見せるのかもそうですし、アルコール消毒するのもいちいち見せるのかとか、うん、どうするってもちろんなりましたけど、やっぱ話し合われたんですけど、うん、まあ、みんな やったと思いますけど、ね、でいろんな意見が出ましたよ、ね、その中で。いや、その時は糸っていうその言葉話すの苦手な女の子はという、うん、人物設定があったので、うん、この子はコロナだからとか関係なく学校でずっとマスクつけてるのも面白いんじゃないかなと私ちょっと一瞬思ったんですよ。自分の顔を人に見せずに、なるほど、コミュニケーションを拒否してるっていう表現方法として、うん、で意味的にどこかイメージとしてかぶればいいなぐらいの感じで、うん、でもそれどこで外すのって考えた時にいつ外す、どのタイミングで外すって考えた時にちょっと分かんなくなっちゃって、しかも外すときはこれかなりでかい瞬間になっちゃうっていうのもありますよね。でメイドカフェ行ったら、じゃあメイドさんたちはマスクつけるの取るのとか分かんなくなってしまって、うん、まあ、結果映画にとってそんなに活用できるものではないということで、うん、まあ、存在しないものとして、うんうん、いや、作ったんですけど、うん、この映画では、うん、はい、でもあれですよね、だから本当その難しいなと思う、その、糸道っていうのは、まあ、2020年かですよね、はい、捉えてる、はい、ある種その2020年の映画っていうのはさっき言ったジェンダー的なところも含めてすごく現代の映画だと思うんですよね。その世代が下がってきて、その今青森弁 そのグラデーションというかこういう状況にあるだとかも含まれるし、いろんなものが現代を映している映画だと思うんですけども、一方でその、ね、コロナっていう2020年のこのなんか、アイテムっていうのが、でもやっぱり映画にとってはこれきついわみたいなところがあって、顔隠れるっておかしいですもん、ね、かなりしんどいとは思う本当に。
ずっとほぼずっとね隠れるちゃう場合もあるじゃないですか。一回やり始めたらコロナの設定を取り入れて、うん、やっぱりどそれが全く得しないから、まあ、もしそっちに振り切るんだったら別の方法論をちょっともう一回組み直さないとっていうノリになります。そうなんですよ。でもその僕、はい、横浜さんに、まあ、もう昨年になりますけどね、はい、オフィシャル的なインタビューさせていただいた時に、でもまあやっぱりその時代、まあ、社会問題的なテーマで自分は取ることは一生ないだろうっていうようなことをおっしゃってたわけなんですが、まあ、それはもちろんそうだろうと思って、一方ででもその何だろう、そのやっぱり時代的なことっていうのはすごく語ってらっしゃって、はい、今この題材を扱うならこれはねえだろ、これはあるだろうみたいなことってやっぱり繊細にすごくやられてるっていうのがあって、でそれは何かっていうと、やっぱね、そのちょっとプレスインタビューもありますけど、まあ、市井の 人たちを描きたいっていう、はい、かなり力強くおっしゃって、そこはすごく感動したんですよ。このなんかそのね、ある種月中さんがぶっ飛んだというふうに言われたり、壊れた作風のあの映画作家が、凶暴な映画作家が、一方でその姿勢の人間をこう描くっていうところに注視してらっしゃるっていうのはすごく面白いなと思うんですよね。それはなんか どうですか、なんかこういう人物は描きたくないなとかってあるんですか。いや、描きたくないな、うん、いろんな、例えばそのオファーとか来たり、自分の中のそのなんだろう、モラルラインみたいなっていうか、それはありますよね、うん、ありますね、あります、ちょっと聞かせて、モラルライン分かんない、この辺はこれは私は描ける、ただこういうものは、いやいやいや、やっぱ恋愛ものは描けないなってやったことないやったことないか、うん、いや、やってみたいなと思うけど、うん、もうちょっとやっぱ分からないですよね、うん、難しい。糸道でもほら青春物語じゃないですか、うん、これ一番やりたいのやるべきなのやっぱ恋の話だと思うんですよ、うん、糸が恋です、はい、に2巻と3巻では恋してるんです、はい、原作では読みました、はい、それ やっぱやりたかったですけどね、やりたかったはい、ちょっと話変わっちゃうんですけど、でもね、サナエという、あ、そう、サナエはね、うん、サナエのエピソードがぐーっと上がってきてるんですよね。あれ大きいと思いますけどね。杉原さん、あの辺のその意図を取り巻く人間関係みたいなのを言うと、私はむしろ本当に今意図が恋愛がなくてよかったと、ちょっと思っていたので、ちょっと取りたかったっていうのは意外に思います。意外ですよね、僕も。あ、そうなのと思います。それで本当にそれこそ何か男の子との恋愛っていうのが入ってきちゃったら、なんかだいぶ変わったなっていう気がしていて、多分そこが恋愛じゃなくって、それこそその友情というか、まあ分からないですけど、彼女2人の女の子2人のこう手を結び合う感じの関係だったり、バイト先の先輩との関係だったり、なんか店長に憧れるとかもないじゃないですか。店長に憧れる、確かに設定として出てきそう。そういう目線が一切ないのがすごく良かったです。うん、そうですか。うん、なんか本当にそこの多分恋愛って絡むと、どっかで力関係になっちゃう感じがするんですよね。こうどっちが主導権取るかとか、うん、この関係がどうなるかっていう。なんかそっちじゃなくて、もっと本当に平行だというか、関係でずっと皆さんを描いてくれたのが良かったなと思いましたけど、でも分かんないです、続編とかでもしかするとあるかもしれないけど、恋だけ、とんでもない展開が糸を待ち受けている、うん、でもこの、その女性たちの友情みたいなところでいうと、なんかレディーバードとかハーフオブイットとかをご覧になられたりもしたんですか、はい、見たって、うん、言いましたね、皆さんにお伝えしました、うん、アメリカ映画の若者は今どのように描かれているか勉強です、勉強で、はい、面白かった、面白かった、うん、面白いというか、生々しく捉えてるし、全然センチメンタルにならないし、なんて言うんでしょうね、魅力的にちゃんと描いてるなって、うん、説得臭くないし、そうですね、
さっきおっしゃったあのドリュー・バリモアの、ローラ・ガールズ・ダイアリーとかもそうですけど、アメリカ映画って結構その時代とともにあるものの、じゃないですか、かなり露骨に。そうですね。そうなった時やっぱ面白いですよね、最近のそのアメリカ映画の変容というの、結構前と本当に違ってきたなっていう気はすごく出てる。でそれやっぱ感じたっていう、感じたけど私には真似できないってあそう思っちゃう、思ったので、やっぱ日本人なんでしょうね。真似できないっていうのは、そうか、でもインタビューの時にちょっとおっしゃられたのは、なんかそのアメリカ、まあ、経済格差みたいなものが、ある種の物語の原動力として、エンジンとしてこう装備されてる場合が多いけど、糸の場合、それはちょっとできないなっていうのがあって、さあどうするみたいな。それもありますね。貧富の差がアメリカだとやっぱり、すごくはっきり映画の中で描かれてるので、ごく自然に。それに対して主人公がどうあがない戦っていくかみたいなことが、あの物語の最初の、大きな軸だったりするけど、糸道の場合それが ないから、もともと設定としては裕福、ある程度裕福な家庭に生まれた子の問題設定を最初に作るのが難しいです、難しかったですという話を しました。だからそう、日本ももちろん貧富の差はあるけども、アメリカほど、露骨ではないという、難しいですよね。多分そのこれ日本映画と、いろんな国の映画をこう並行して見ながらよく思うことなんですけども、その辺日本 そのぬるま湯が長かった日本社会で、映画を撮るときにその主題の立て方って、多分作り手の方々は、我々がこう思う以上に苦労されてるのかなっていうのは思うところが多くて、割とその、アメリカだったりヨーロッパだったり、あるいは韓国、ハチドリってご覧になりました？見ました、はい、あれとかの格差とかすごいじゃないですか、鮮やかというか、ああいうなんかこう露骨ではないんだけども、結構その、でそれこそあの月永さんと長々喋った回があるんで、八段つって喋った回が、あの上皇さんと3人喋った、あの回があるんですけども、結構あれ日本映画あんまりできてないですもんね、ああいう感じ。糸道に関しては早苗はこうちょっと家庭環境的に少しなんていうはっきりとは描かれないですけど、はい、やっぱりちょっとかなり的にそうですね、収入、はい、少ない家庭にいる子です。そうですよね、うん、なんかそこのでも描き方がこうすごくやっぱり確かに微妙な、さらっと触れるというか、でもそこに対してのコンプレックスっていうのもなんか対立になるんじゃなくて、でもそこはなんかそこにこうあの意図が同情したらダメなんだっていう、この二人の関係が壊れるんだっていう、なんかあそこはさらっと描かれてたなと思ったんですけど、ああいうところを例えばなんて言うんでしょうね、もっとああいう格差みたいなのを深めようっていうのはなかったって感じですか？まあそうですよね、まあ、やっぱ原作があるので例えばその糸がそのサナエというちょっとあの裕福じゃない家庭に生まれた主人公だったら、ちょっと全く別のお話ができたかなと思うんですけど、原作のその設定を割と、本当にある程度真面目にトレースさせていただいたので、格差の問題がメインになるっていう考えはやっぱり及ばず、非常にそう、本当にちょっと触れるだけという、感じだったんですけど、でもおっしゃる通り、あの社内との、すごくこう友情が結ばれるわけですが、逆に印象に残るっていうところはありますよね。そのお家に行ったらこうであるとか、そこでこうなんだろう、ある種青い自意識に苛まれてる意図っていうのが、そこも世界を知るじゃないですけども、自分はなんかある種恵まれているんだっていう、こう逆照射の回路がそこでこうふっとこう上がるとか、あの辺は僕はすごい見事だなと思いましたけどね。
なんかああいう場所でやっぱりその風景や空間ってことでいうと、やっぱりそのお家って重要じゃないですか、はい、どんな家に住んでるのか、そう、生活をそのまま、まあ、階層なのかそのライフスタイルなのかいろんなも、例がありますが、結構 おざなりにするとまずい部分で、やっぱお家ってすごい映しますもんね、うん、そうなった時に、ね、あの車内のうちに行くっていうのはすごく僕はなんかかなり迫るものがありましたけどね、あそうなんだっていう、うん、そういった時に例えばその、まあ、人間椅子をこう進めてくるのも彼女なわけですけども、ある種彼女の物語も結構見えてくるというか、うん、あこの音楽でどう彼女を毎日支えられてるのかだとか、でこれをね、意図に聞かせたらもしかしたらこうシンパシーを持ってくれるんじゃないかとかっていうのも見えてくるっていうか、うん、あの辺はだからすごく丁寧にやられてるなと思ったんですけどね、うん、まあ、でもどこに時間、映画全体の中で、まあうん、ちょっとずつ触れてるけど、うん、本当はもっと本当にあの全部にもっと時間を割きたかったっていうのは、あ、そうなんですか、その幼いのとこもそうだけど、うん、ねえ難しい。なんかね、そういうふうにちょっとしか触れてないっていう、触れられなかったっていう感覚の方が私はちょっと強いんですか、世代のこととか、人間椅子の音楽のこととかもそうでした。反省してるんですか、そこは。でもあの見る方はむしろポジティブに撮ってるのと、でも尺に関しては結構ね、短く、あんまり長くしたくなかったっていうふうには思ってました。それやっぱり見る側として見る側の気持ちになったっていうこともそうなんですけど、うん、私自身がもう120分の映画、120っていう数字を見るともうお腹いっぱいになってしまうんです最近。人の作った映画、あ、そう、120分サイズの映画嫌い？いや嫌いじゃない、ギリギリです、ギリギリ。あ、そう、あ、123分かってふわって最近は思うんですよ。でもね、あの僕映画の尺の問題って結構もっと語られていいと思いません？思います、思いますよね。いろんな、そう、ね、全然あんまり、そう、映画の尺だけで動画一本作ってもいいぐらい。結構でも重要な問題じゃないですか。うん、みんなどう考えて作ってるんだろうっていう、思うんですよ。いろんな考えがあると思うんですけども。付け合わせ尺ってことに関して言うと、短い映画、長い映画みたいなのってどういうふうに捉えてるんですか？いろいろあるじゃないですか。うーん、まあ、単純にやっぱり短い映画はいいなって思いますけど、一方で、うん、まあ、長尺って本当になってしまうと、うん、あのそれはそれでよし見てやろうっていう気になるので、うん、なんかその合間の確かに120、130分くらいとかがちょっと嫌なところになったりしますよ、ね、だったら100分くらいしてほしかった。でもまあそれも物語とかやっぱり撮り方と密接に関わってると思うので、うん、まあね、数字先行ではないわけなんですけども、はい、なんかそのすごいありますよね。一方でだからそのね、ワンビンだとかもう何時間やんねんみたいなものを、でも長くないとそれは意味ないなと思う。そう、それはそれでもうバリバリの必然性があって、こっちもこうある種のまあよっしゃという感じで見て、うん、あの受け止めに行くわけですけども、一方でそのだからその130分映画のだらしなさみたいなことっていうのは、もしかしたらもっと語られていいのかもしれないんですよね、うん、どうなんでしょうね、短くすればいいってもんでもないんですけど、ないんだけど、そう、でもその結構そこの葛藤もあるわけですよね。もっと描きたいんだけども、その見る側にとってみると映画っていうのはこれぐらいの、あの無駄のない尺の方が実はいいんだっていう、はい、っていう考えが生まれたのはここ数年、ここ数年、やった数年前はそうでもなかった、全然何も考えてなかったです。え、なんで生まれたんですか急に。え、その考えですか、はい、テレビドラマやったからかもしれないですね。なるほどね、バイプレイヤーズだとかいろいろやられてますよね。何回かやらせてもらいましたけど、はい、あの松井大吾さんこの前来ていただいたんですけども、あの劇場版ちょうどね糸光撮ってたから参加できなかったみたいな流れもありましたね、バイプレイヤーズ、うん、あの有村架純さんの休日のやつ、はい、ドラマ、うん、はい、ちょっとやらせてもらったりしての、うん、見てる人にとってはこの情報ってあってもなくても一緒かなっていうなんか考え方を私がするようになって、うん、
そうするとやっぱシナリオ読んでて、うん、このここはこの情報もしかして不要かもっていうことが分かってくるというか、うん、それがまあ分かったからいいわけじゃないんですけど、うん、この情報このシーンなくても多分全体としては伝わるだろうっていう判断をするようになって、うん、癖がついちゃって、うん、それが尺短くしたいっていうところにまたつながっていくんですけど、うん、それだったらでもあれ、はい、あの見てる自分としては、はい、あの見てる自分も変わったみたいなのがあります。それをその体験を経て、うん、あのある映画を見て、うんうん、この映画ちょっとここ切れんじゃねえかみたいなこと思うようになってきたとか。あんまりないですよ。それはないよ。それはない。人のやつ見る上ではあんまりなくて、あそう、もう何がやなここいらないじゃんって思うけど、まあ、付き合ってやるから、うん、しょうがねえなって。切れるじゃんみたいな、なんかそういうあの論理的な考えをしながら 見ることあんまりないというか、ただもう本当に何長いなって思ってるだけなんですけど、お客さんとして見るとまあ余談の域なんですけど、あの最近良かった映画とかあります？ですね今年の公開の映画でですね、何でもいいです最近好きな映画とか監督さんとか、なんだっけ最近見たのは、あとんかつ一台は忘れない古い映画です。ベーラで見て、あベーラで、はい、見て喜劇俳優特集、はい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 、森重久也さんの、はいはいはい、どんかついした初めて見たんですよ、うん、もうくだらないことが延々と真面目にやってるんでしょ、ふざけたことを。川島雄三の青森ですね、本当ですよね。川島雄三の話してなかったな。でも青森かあんまり出してないから、川島監督って。そうですね、全然東京になんか、うん、そう、多分東京に憧れてて言ったらあれですけど、ね、でもそれこそそのある種寺山修司と逆というか、あの本当にむしろあのそういう土着性からは一定の距離を潔癖に置き続けた人という方はできるかもしれないですね。すごい都会的なイメージですもん、ね、あの映画だけ見てるとね、うん、それはあのなんで見に行ったんですか？川島だから行こうみたいな感じ。あ喜劇特集行きたいと思っていて、うん、パッと見たらとんかつ一台って書いてて、うん、川島雄三、あ見てないや、あ見てないや、はい、それだけ。今誰が好きな監督って、あのウーアとか好きだった人がさ、今映画への目覚めって何でしたっけ？全然覚えてないな。大島先生は好きですよ今も。あ初期よく言ってましたよね、はい、うん、始まりはそこです。大島先生監督、あそうだ、最近もね、はい、また特集がありました。この前行きまして、うん、何行ったんですか？坊やの人形を初めて見たんです。あ、うん、はい、ビルじゃないかな、デジタル入れました、ね、そうです、はい、で映画館で初めて見て、大島先生は最初何ですか見たの？一番最初はフンクエの少年が一番最初に見た映画かもしれないです。衝撃の質としてはどういうものだったんですか？すごい聞いてますけど。いや豊かだなって思いましたね。それいつぐらい？大学、まあ、美学校時代です。あ、はい、入ってか。入ってか。え、なんで入ったの美学校？じゃあ。本当ですね。え、なんで入ってからなんですか？入ってから報酬してみました。入る前は見てないです。入る前なんで入ろうと思ったんですか？入る前は美学校は、黒沢清監督、うん、の映画やっぱり美学校入る前からちょっと好きで、うん、黒沢さんが年いらっしゃる学校だっていう、うん、講師でいらっしゃる学校だっていう情報があったので入りました、うん、あと学費が、うん、これだったら払えるかも、働けるからっていう、近いじゃないですか。いやいや、あの月永さんね、そこキュアとかその辺でしょ、目覚めっていう、うん、そうです、2000年1978年とか、うん、でじゃあなんで放射線の前に黒沢清があるじゃないですか。放射線の前に黒沢清があるじゃないですか、それだったら。いやでも黒沢さんの映画やっぱり真似したら真似できないんですけど、真似できないし、憧れの対象ではないっていうか、ちょっと別格みたいな感じ、はい、放射線はなんかできそうって自分ももしかしてできるかもっていう希望を抱かせてくれる、素人が演じてるっていうのももちろん大きいんですよ。なるほど、素晴らしくナチュラルに見えるというか、
全てが画面に映ってるものが、ただすごくフィクショナルに撮ってるんですけど、そういうことか、ええ、そこまで引いてもらってちょっと見えてきました。だいぶ遡っちゃいました。でも、さっきそういえばあの電車この線をどう撮るかっていう話してた時に、なんとなく私ぼんやりと、あ、私もこう小編特集行ってたんですけど、連連風神のことだったのでちょっと分かりました。ああいう風に撮りたかったな。貸し切りできれば撮れたのにな。撮れるか分かんないけど。いやでもなんかあのちょっとこう無口な感じのサナエと糸のこうやり取りとかは、いやー、そんなおこがましくて。さっき撮れんじゃねえかって言ってたんですけど。それはもうあの素人だった時に思い込みしてたっていうことだけです。でもその素人俳優さんを使って、まあ、ブレストの話ともちょっとつながりますけども、映画の中 の人物がなんかある種、まあ、姿勢の人間っていうところとつながると思いますが、ある種本当に生々しい人間が映ってるっていうような映画を見て、自分もこれだったらいけるんじゃないかなっていうふうに思ったってところがある、まあ、いけるかなというか、単純にやっぱあのプロの俳優が演じるとそれはそれで、まあ、今見たら素晴らしいと思えるんでしょうけど、うん、まだ映画を見始めた頃ってどうしてもそのプロの俳優が演じる嘘くさに何か馴染めないものがあって、うん、そういう時にホーシオシェンとかキアロスタミの素人を使ったあの芝居を映画を見ると、うんうん、なんかすごく、それまで今まで自分が見てきたフィクション映画とは全く質の異なるものを目撃しちゃったなっていう驚きが、うん、純粋にあって、はい、そこからあこれ私にも撮れるかもという勘違いに、うん、いや流れていくんですけど、だからあの、まあ、その辺だったりカネフスキーだったりとか、もう本当に、うん、カネフスキーとかもかなり近い、あの一回ハマりましたね。うん、ジャーマン見た時はかなりいやあの近いなっていうふうに思いました。そんな、うん、まだまだです、そうです、最近でも分かんないの映画、新しい映画はちょっと分からなくて、そういきなり最近良かったのって聞いてとんかつ、すいません、パッと思いついたのが見たんですけどね、うん、松井監督の紅爪を見ましたし、あ、そう、はい、素晴らしい、うん、なんかでもあれですもんね、あの結構見るものとしてはあれでしょう、あのサーレント映画とかも好きですよね、確かそうでもない、マスターキートとか、うん、好きですよ、なんか結構答えあの、記事とかで読んだ記憶が多いんですね、はい、そういった時になんかあの短さっていうか、あ、うん、そういうところでちょっとつながるのかなってぼんやり思ったりもしましたけどね、うん、本当はね、そこに憧れてる短い映画でいかに語るかっていう、うん、そうですよね、本当はだらだら芝居を見せるっていうことが、そんなにだらだらって言ったら失礼なんですけど、長く映画を撮ってそのまま見せるっていうこと、そんなに好きじゃない、うん、限られた尺でどう作っていくかっていうことの方が本当にやりたいタイプなんでしょうね、なんかそのまあ言ったらこの糸とかも、はい、表情とかはデッドパン的なところもあるし、はい、なんかあんまりこうミニマムなアクションで語っていけば、まあ、サクッと終わっても豊かな映画が作れるんじゃないかという発想は、なんか言ったら初期映画に戻ってるようなところもあるし、まあ言ったらその川島がやってたようなプログラムピクチャーとか撮影所のあの訓練の中の一環として、この尺でさあ作ってくれっていう中で生み出されていった傑作群みたいな、いうようなノリっていうのもちょっと今回初めて見えるかなっていう気がしますけど。まだまだそこまで。撮りながらは、なんか予定より、めっちゃ尺な長くなってくる。みんな思いながら撮ってたんで、あ、大丈夫かこれ。それでもこの電車のショットは入れるぞとか。それはもちろん。なるほどな。いや。でもまあすごい面白いですね。最後はちょっと今後的なところもお伺いしたんですけども、はい、いかがですか、これまあもうすぐ、はい、公開になって、はい、まああれなんですけども。今考えて次とかって構想してたりみたいなことあるんですか。今年1個の企画が、撮影までやるかやらないかっていうところだったんですけども、はい、やっぱり今年はやめようとなりまして、
それはコロナの関係ですか、あと自分の気持ち的にも なんとなくちょっとじっくりインプットの年にしようと思ったりして、なのでまあ糸目町もしっかり宣伝してからは、その来年なのか来年以降なのか分かんないですけど、その企画のことを考えつつ、オリジナルのシナリオを書こうと思ってます。あ、オリジナルを、誰から求められたわけでもないんですけど、あ、じゃあもう、ご自身でちょっと一個書こうと、そろ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 ちゃんと、そろそろっていうかそれまでも勝手に書いてたんですけどね検索、オリジナルのやつね。確か前の亀岡、俳優亀岡からちょっと原作付きというのが続いてるということで、じゃあオリジナルを炸裂させようと、何でしょうね、あの青森の人に怒られるような刺激的な映画をオリジナル映画を作りたいです。基本怒られる映画を撮るタイプ撮りたいです本当はですよね。そうなんですよ、なんかこう、ね、褒められるとむずむずするし、本当かなってやっぱり思ってしまいます、はい、スピナガさんから何か思いの、あの言い残したことがある。でも今日本当にたっぷりお話を聞けて、なんかすごく最後にさ、今後 また怒られる映画をっていうのはちょっと、あ、そうなんだそうです。で、あの、じゃあ今後青森で撮るときもこういう、あの、怒られない映画になっていくのかなと思いきや、そういうわけじゃないで、はい、ちょっとそれを聞けてよかったそうですよね、はい、もちろん糸目町は素晴らしいです、面白いですけど、またちょっと怒られる系のハメ外した映画も同時に見たいな、はい、いやでもなんか楽しかったですね今日は。でもあのこの奇跡の初対面、びっくりすることがいっぱいありましたよ ねなんか、面白かった。もう結構初めて語られるお話もたくさん記録できたんじゃないかと思います。またそのね、あの狂った新作の時は来ていただければ、はい、あのまた3人でお話できればと、はい、思っておりますので、今日はどうもありがとうございました。横浜佐藤監督でした。はい、ありがとうございました。